いい道具ってのはやっぱり信頼できるものじゃないとね。重要なのは直感的に使えること。自分のそのひらめきとかリアクションに対して違和感なく対応してくれる、手足となって動いてくれるもの。最速のレスポンスと最高のパフォーマンス。スピード&パワー。スピード&パワー。体に馴染むこと、違和感を感じさせないこと、信頼できること。精神に呼応するっていうのかな。安定感があるから集中力を維持できると思うんですよね。自分に甘えないこと、満足しないこと、自分を信じること。全ては勝つため。だから僕はこれを選ぶ。全てはゲーマーのために。 G-TUNE。 はい、どうもです。ですね、あ、そうですね、まずマイクの音量を、確認したいところでございます。もしコメントできる方いらっしゃればですね、マイクよろしいかどうか、ちょっとコメントしていただけると助かります。はい、いかがでございましょう。ちょうどいいと思います。はい、どうもです、ありがとうございます。じゃあですね、はい、ですね、ちょっと急なんですけど、来週、X の 3on3 大会ありますと、 XEST があってですね、ちょっとこの場のご都合でお借りして、くじ引きを、して、来週のトーナメントを決めてしまおうというところでございます。来週ね、フットパイブね、ジャパンカップ等々ちょっとかぶってますけどもね、X はねやっていきますんで、よければですねご覧くださいという感じですね。あ、ストツ X ですね、すみません、はい、ストツ X でございます。はい、というでですね、ちょっとですね、急に来たもんで、ちょっといろいろ準備不足なんですけども、一旦ちょっとね、トーナメント表とかその場でちょっと更新はできないんですけど、一旦決まっ、トーナメント表自体は4ブロックで決まってますと。で、4ブロックで決まってて、そこに皆さん事前エントリーいただいたところを振り分けていきますと。で、そこをですね順番に、当てはめてって、当日枠が3つでしたっけ、3つありますんで、最後それを割り振って、4ブロックのトーナメントを決めましょうというところでございますね。はい、というところで、まにね、あまり X にも告知できてないんで、後から、録画を見直すような形になると思うんですけど、そこよろしくお願いしますという感じです。はい。あ、了解です、了解です。はーい。あざっす。はーい。で、カメラ切り替えが、あ、なんかそのカメラ出すときは、これを押すと、あ、なるほど、なるほど、はーい。ちょっとね、まだゴッツのつぶやきがね、出ないんですよ。すみません。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。はーい。はい。あと、じゃあ、はい、じゃあ、あとですね、松尾さん来てますんで、松尾さんの、ちょっとマイク音量もですね、見ていただければと。ちょっと松尾さん喋ってみてください。お願いします。はい、緊張してます。はい、はい。ちょっと盛りました。松尾です。はじめましての方は、はじめましての、おなじみの方は、のお久しぶりです。松尾です。今回は、の8月12日の土曜日ですね。に秋葉原 e スポーツスクエア様にて開催させていただきます X スーパーストリートファイター 2X 3on3 大会 XS のトーナメント表を作成するためのくじ引きの配信となっております。はい。で、先ほど吉尾さんからも説明があった通り、今回33チームが事前エントリーしていただいてますので、3チームを当日枠、当日予選を行うんですけれども、当日枠を含めて
合計36、まあ単純にあれですね、4で割って1ブロック9チームのトーナメント表ですね。でこれ今出てる画面ですと左の一番下が0回戦あるような形になってますけど、これ本番だと逆ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、右下だから右が4つの左が5つという形のトーナメント表になりまして、トーナメント表のナンバーでいうところ の, その枠のナンバーでいうところの8番9番引いたところがあれですね、0回戦という形になります。そうすればあれですね、0回戦終わった絵から、まあ、その出番が来るまでの間にまだしばらくあると思いますので、最初ね初っ端に0回戦と思ったんですけども、それだと結構連戦になってしまうので、まず0回戦8番9番の組み合わせが終わってから1、2、3、4、5、6、7と8か9という形でトーナメントを進めていければと思ってます。はい。でですね、どうしましょう、どうやってくじ引きしますかね。アプリを使う予定でしたけど、そうですね、一気に引いちゃうとちょっと緊張感がなくなってしまうというところがあるのと、あと一応遠征をバラにすると、遠征バラにしようとしたんですけども結構ね、うん、なんか大変じゃないですか。とりあえず最初引いてもらってずれればいいんじゃないですかね、ブロックが。なのでうん、まず当日枠が3つある3つです。あ、当日枠も3つにバラして、当日枠が3つあるので、はいはいはい、ABCD のじゃあ当日枠がじゃあどこに入るのかと、まあ、そこもあれじゃないですか、問題になると思うので、先に当日枠をじゃあこことこことここ A と B と C なのか B と C と D なのか、それとも並ばず適当なのかをまず決めてからじゃないとくじ引きどこが枠が空いてるかっていうのは確定しないので、まずそこからだと思うんですよね。僕何でしょう、4面体のサイコロとか振りゃいいんじゃないかなと思ったんですけどそれで A って出たらはいじゃあ A なし残りじゃあ BCD でみたいなノリでいいかなと思ったんですけど、はい、僕の配信とかだったらそんな感じのノリでいいかななんですけど、さすがにちょっとお邪魔してるのでそのノリは吉尾さんから NG が出てるので、じゃあまず当日枠を決めていく感じにしますか。そうですね、はい、ま、決めないといけないと思われます。でちょっと待ってください、ね、今さすがに急の急だったので全く何も告知等ができていないので、はい、ちょっと私一応ツイートしました。はい、最低限度のちょっと告知をさせてください。あれなんかさすがですね、ゴズガーデンさんですね、もうこれ視聴者様の数もう桁違いですね。僕がいつもやってるようなどうでもいい配信もう10倍10倍以上すごいんですよ。まあまあ、あとは影響力がすごいな、録画も残るんで、ね、はい、それで後で X の皆様には見返してもらえればという感じです。そう、参加者はねちょっと今告知したんで、多分参加者は今はね見てない感じなんでだと思いますんでね、後でまあ見返してくれればというところでございます。まあ、もともと事前にくじ引きしてトーナメント先出ししてですね、ちょっと当日の大会進行大会進行をね効率的にというのは前から言ってたので、まあその一環でまあ一応皆さんにくじ引きをやってますよというところで、やる感じですと。じゃあどうしましょうかね、一旦引き直し引きます、引くまずじゃあですね、とりあえず ABCD、うん、じゃあどこがなし、何やってんのこれって言われると難しいですね。まあ、今はまだ何もやってないです。それはまあ見てくださいという感じですか。のまず ABCD じゃあどこをあれですね、何でしょう、当日枠なしにするかじゃないでしょうかね。そうですね、じゃあそこは ABD にしましょう。え、なんでなんとなくで それなんでいいの。まあそれでも言ったらちょっと始まらなくないですか。それともそれもランダムにして、まあ、A ブロックに3つ固まっちゃってもよしとします。いやそれはさすがに、いや今危ない人の放送禁止用が出るとかだった。じゃあ先にじゃあ遠征と同じ先に引いてもらってみたいにします。ランポさんに聞きますか。次聞きますか。ランポさん、はい、ランポさんにこれ、まあ、ABCD、まあ、1234という形でねちょっと引きましょうね。じゃあね、あ、スピリッツァさん来てくれましたね。
お疲れ様です。お疲れ様です。当日ターンパンチ期待してます。今から今からちょっと飛行機行こうです。あ、もう決まりましたね。はい、あのこれ画像ちょっとで映るかな、ここですね、はいはい、こんな感じで今ポーンと、あ、見えてねえかな見えてねえかな見えてないね。はい、とりあえずあの4213と南穂さんが結果出したので、とりあえずあれですね、あの、はい、初っ端に出たの4、要するに D がなしということで。わかりました。じゃあ ABC で。ABC が当日枠。はい、じゃあ ABC 当日枠ありという。まあ D ブロックはね、実際もあの長い時間待たされるから、ね。あ、そうですね。もうそれでいいと思います。はい。別に全部9ブロックだからあんまり変わらないんだけど。変わんないですけど。じゃあ ABC で ABC があの9あの8チーム分だけくじ引き。じゃあどうします？ 3チーム先に引きます？当日として。え、何がですか？あ、3チーム、え、なんで引く必要ないでしょ。だって0回戦なんだから。だから9番だよ。ABC の9番は確定。ABC の9番は確定。ああ、はいはいはい。ってことは。0回戦、統一枠は必ず0回戦です。わかりました。で、9、で、それ引いて引けます。番号って。その1から39×4 だから36で。これね、はい、なんでしょう、そもそも。よく話題になる、あの何でしたっけ、その遠征勢と地元勢とか、遠征同士で来てあの1回戦とかでやっぱ寒いだろうっていう話のとかを、それをどうするかというので、遠征勢をじゃあうまいことばらけさせますかっていうとね、今回ね遠征勢がねまたいい感じにそれぞれ強いので、まあね確かに同じブロックとかじゃ寒いなと思いつつ、でもうまいこと全部ばらけさせて、まあ確実にベスト8に上がってくるっていうのがほぼ確になるのもどうなのみたいな、うん、反面いろいろ考えるところがあるんですけど、そこら辺はどうなんでしょうね。ちなみに一番圧倒的に強い、あっあ息が止まるところだ圧倒的に強いチームの真央さんですね。真央さんは、はい、いや遠征勢ばらけさせた方がいいでしょうとなんか寝言言ってたんですけど、お前、まああのチームは遠征じゃなくていいと思いますよ3分の2関東なんで、はい、そうですよね。あそこをちょっと君やりすぎじゃないのみたいな。じゃあでもね、さすがにね、うん、なんでしょうね、クスモンドさんと、クスモンドさんと、あ、誰だっけ、 KKY と、はいはいはい、あと誰だっけもう一人、軍勢か、 KKY 軍勢さん同じチームじゃないですかね、本当だからクスモンドさん、うん、はい、そこのチームと、うん、例えばあのほら鉄平ちゃんと、ね、はい、ヒデ君と、うん、あとカズ君とかは、うん、さすがに大阪から来てね、そうです、1回戦かよみたいな、さすが寒いと思うので、そこら辺は避けてあげたいなと思うんですが、じゃあどうしましょう、まあ、時間はたっぷりあるじゃないですか吉野さん、ちょっと急ぎなんですよ、ちょっとそんなに時間あるわけじゃないのでちょっと早めに終わらせるたいと思ってますので。そうなんですか、すみません、はい、そこはちょっとよろしくお願いしたいと。そう、大人の事情があるんですか。大人の事情が全く聞いてないですよ。はい、したらじゃあとりあえずまず画面がこれかこのままあの動かないです。僕だからゲームの画面とかで良かったんじゃないかなと思うんですけど、なんか適当に音楽かなんか流れて愉快な感じになるじゃないですか。あ、変わった、まあ、このはい、一応一覧はこんな感じで見れますんで。じゃあとりあえずチーム紹介まずしていきましょう。最低限度そんぐらいはさせてくれてもいいんじゃないでしょうか。はいはい、はい、じゃあまずエントリーナンバー1番、はい、吉野さん読んでくださいはい、武器屋の事情ですと、静音川又佐志氏という感じですけども、チームバランス悪いなです、ね、チームバランス、チームバランスは悪いですね。佐賀と龍と、あの吉尾さんはあれです、あのおバイクがあるので全然あの時間とか関係ないです。おバイク勢なので僕徒歩勢です。ここから歩いて帰れますので全然そもそも電車とか関係ないですさあということでバランスに関してはね、そのバランス、いやなんすかそれみたいな、そういう感じのチームなんでしょう。まあとりあえずね、どちらかね川又くんも佐志くんも非常に素晴らしい竜使いたちなのでね、で静音くんはそれに追いつけ追い越せで一生懸命頑張ってる、まあ、頑張ってるのはなぜ竜じゃないかなみたいな下がったですね。吉野さん、なんで LINE 見てるんですか。
で次に2チーム目はい、ヒデハウス、なんとかどういう意味だエボルブ、はい、ですけど、まあ、ヒデ君とシュウさんは最近ずっと組んでますかね。なんで2人しかでも言わないんで3人いる、まあ、まずまずヒデ君とシュウさんは、まあ、毎回、組んでますからね。今回それにムーさんが入っていると。えでもなんか去年だか3月になった時もこんなようなチームでしたよね。そうですね。なんかムーさん大活躍してヒデさんヒデ君大喜びみたいな感じのシーンがありましたね。そういえばフジモンとか倒したりとか、はいはいはい、倒したところですよね。結構なので、うん、なんかかなり実績のあるチームですよというところでございます。シュウさんは最近マオさんに連勝中、ムーさんも大会で不思議な力を発揮中。そうですね。マオさんはあれですね、うん、あの今大会でシュウ君にもし負けた場合は次の大会はシュウ君の組むって言ってましたもうだ対策は考えてあるから大丈夫だよ。どんなの、いやもし負けたら次は組むってあそうなんだ。まあまあまあ今回いい対策ですね。そうですね。でヒデ君は、流線は仕上がってるという感じで、いうとこなんでね、うまく3人のチームワーク組めばまた上位入賞も見えるという感じでしょうか。まあはい、じゃあナンバー3山中君、はい、まあ、これはですねかつての茨城三若手と呼ばれた3人ももはや阿部君今こっちにいないもんね、はい、もはや3人とも30を超えましたかというところですけども、これがね今回久しぶりに3人手を取って組みましょうというところですね。阿部君は、このファイル1も来なかったんですかね。で、今回3-4は来ますというところで組んでいただきましたと。まあ古い人にとってはなかなかこの3人揃うの久しぶりで嬉しいんじゃないですかね。元茨城勢も嬉しいんじゃないでしょうか。まあそうですね、はい、という感じでございます、はい、じゃあ次ナンバー4ブランカ龍 DJ って結構バランスもいいですね、うん、え悪い強化がいない、まあ、龍 DJ で頑張るって感じかそうですね、いや、はい、まあナンバー4落ちいとチームですねさあ昨夜が嘆きの龍太郎オペ米というところでなかなか、ね龍太郎さんはねファイブも勝ってますしね。そうですね。はい、ゆうべがオペ前はもう相当優勝経験ありと。そうですね。いう感じで、ここはちょっと、ね、うん、ずるいです、ね。キャラバランスもいいですね。そうですね。はい。いや、まあ、だキャラバランスうんぬんバルログ1体いるだけでもう万事解決なんで。そうですね。バルログさえいれば、他は残儀2体とかでもいいじゃないですか。なかなか、人もねキャラもバランスいいんじゃないかと。それはかなり優勝候補ですね。そうですね。はい。はい、じゃあ次余生一等破天荒さん裏ケニさんちょこれあれだねあのマークが見づらいですけど裏ケニさんはバイソンですね。はい、これは池袋系で組んだって感じですかね。これは池袋か、うん、あの式とかじゃないでしょうかね。池袋式系で組んだって感じでしょうか ね、はい、最近頑張ってる。そうですね、決して若手ではない若手矛盾してんだけど矛盾してますが若手じゃ、はい、落とし的にはあれですねあの若干召してますけどあの若手勢として非常に頑張ってるやる気あるご参加です、はい、期待したいですね。破天荒さんは特にあれですかねあの今大阪であそうだそうだそう、ね、出張でしたっけ出張で行ってましたね、行ってるみたいですね。頑張ってるみたいなので交互期待ということで平均年齢は相当高そうですね。高そうですねじゃあ次行きましょう次ページ、はい、はい、じゃあナンバー6アッコにお任せ内閥さん山椒さんアッコさんということでこちらも割とこれはあれですよ本当の若手勢ですね。え、いや若いだろ年齢も年齢も若いだろだってまだ30中そこそこでしょ。それをそれを若いというかまあ30中盤ぐらいの若いだろてその割とあの一つ業界的には最近の方々ですかね。そうですね、はい、というところでこちらどこでやってる感じなのかな。苗場さんはね、うん、どこら辺なんだよ。苗場さんはね苗場さんはでも南方面ですよね。苗場さんはね、うん、あのなんだっけ蒲田とかあっちの方の家なんだよ、ね、確か、うん、苗場橋さん青子さんはあれだねあの遠征になるね。はいはいはい。なのでできればちょっとうまいことの遠征枠的な感じでちょっとばらけるような感じで弾ければなと思ってます、はいはいはい、さあ次もオチートですね。そうですね、こちらは完全に遠征ですと、フジモン紫ベガー。ここ相当オチートじゃないですか。これ結構なキャラクターがつ、ね、あのつ多分玉なしキャラクターはここ積んで完全に完全に積んじゃいますね。 DJ とホンダでフジモン DJ がいてオアです。で中田正月いて、うん、ここ玉なしこれこれいや、いや冗談じゃ抜きできつくないここ。これはきついですね。これはかなりオアなチームでございますね。ここはかなり玉なしに対して盤石すぎる、うん、ガチガチのチームですね。
はい、まあここもまあ馬打倒、うん、いや藤間もいるしね、長嶋さんもいる、ね、結構全然の優勝目がある、なかなか、はい、非常に強いチームワーク良さそうですね。はい、はい、じゃあ次がテレポーテーション、あ未確認、ほぼ山本、マミですね、あそうです、すいませんマミですね、完全に、ほぼ山本、中島スーツということで、こちらはこれ、新宿池袋近辺じゃないか、中島くんはあの新宿のなんだっけ、あそこあのなんて店だっけ、カーニバルか、はいはい、とかによくいるイメージがある。あ、そうなんですか、うん、私はニュートンでよく見ますね。あ、そうなん、はい、結構行動範囲広いね、もともと中野勢ですからね。あ、そうそれで、はい、あれでなので割とこれは登場戦系かなという気がしますね。ああ、そうですね、ここも、うん、うまく噛み合えば、うん、登場戦系かなという気がします。はい、こんばんは。さあ、続きまして南牧フグ対天クロス長州ハー君。ハー君さんってハー君さんは遠征になります、うん、ここもねクロス君が言うには去年は超人永田正月ということで、キャラ編成は去年と一緒ということで、あの去年同様を頑張れればということを言ってました。去年確かベスト4でしたかね、はい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 、な感じなので、クロスは最近クロス君非常に頑張ってますね、うん、ストーフォーもこんぐらい頑張ればよかったんじゃないかなと思ってます。まあその話は長くなるのでまた次回に行きましょう、はい、はい、次ナンバー10、ここは大目玉ですね、大目玉ですね、まさかまさかのストリートファイター 2X稼働23年、はい、女性3人チーム、女性3人は初じゃないですかね、うん、多分初じゃないですね。ネロ・ガイル、ハル・チュンリー、司法 DJ ということで、はい、まあ、四季とハルさんはですね、福岡九州から来てくれた、また今回も来てくれたんですね。前回前々回で味しめたのか、いや次何年後に来るんでしょうかねとか言ったのに、ね、ね、もう来んのみたいな、早いなみたいな、早いなって感じですけどです、ね、はい、これ頑張ってほしいですね、はい、ということでネロ・ハル・司法はいいですね、ガールズチーム盛り上がってほしいですね、盛り上がってほしいです。はい、次11、さあ、ネモ・鈴鹿・ミヤということで、完全に、あ、そう、プチモリ2017 はい、こちらも完全に蒲田チームでございますね。そうですね、うん、MB 君今回ですね、新婚旅行中につき出れませんという、前回は結婚式があるから出れないって言ってたな、忙しいな、うん、前回結婚式でしたっけ、うん、なんか12月かなんか誘った時そんなん言ってたよ、準備じゃないですかね多分あれで、結婚式私も行きましたから、うん、2時間今そうはい、お前らは行ったけど小村さんとかやや誘われてないやつな。いや、それはちょっとお肉でやりましょうよ、だって年末のクリスマス会でだって言ってたじゃん、ややが、ああ俺ら誘われなかったやつな。それ言い方やりましょうよ、それだって自分で後で言って、いやそれきつい言い方だったらつくじゃないですか。それやめましょう、はい、これもですね、まあ蒲田チームは非常にね、チームワークいいんで、でもブランカ新しいも県でなかなかでも面白いですね、構成的には。はい、ここは DJ とじゃチュンリーか、チュンリー来そうですね、チュンリー来そうですね、確かにチュンリーさえなんとかうまいことめくちゃくちゃっとできれば、まあ、鈴鹿さんが、まあ、かなり比重が大きそうなチームではございま す, です、ね、はい、はい、次がこれがね、のなんだっけな、四つ街道と八千代を合わせた、だから四つなんだっけな、四つ八千って呼んでほしいっつって、ああなるほどなるほど。ということであれですね、四つ街道はメッセなんだっけ、メッセ102とかでしたっけ、で八千代が、はい、キャッツアイです、キャッツアイの合成チームですね、文鎮、はい、フェイロン、ストックも見ようにトネピード、みんな千葉勢なんですけど、ここも若いっすね、ちょっと世代がずれてというか、ここは非常に若いっすね、はい、っていう感じですかね。若いっつっても右の2人は20代もう後半になりましたか、じゃないですか、僕、うん、だって彼ら出会った時10代でしたよね、でしたよ、うん、で、文鎮君はもう20前半だというところでございます、すいません、ちょっとね一番下のキャラ、今ヘッポコさんのキャミーですけど、あとで言いますね、ちょっと待ってください。すいません。はい、で続きましてナンバー13がオスローボーイズです。歌舞伎くん兄花丸家というところで、さあ立川の5号店が先日ね閉店を発表してしまいまして、かなりそうですね、びっくりしましたね。こちらとしても若いと言いつつも、なんだかんだもうみんな30を超えてしまったと。この間ね、あれですね、はい、どこでしたっけ、
腰がビッグワンだ、ビッグワンの花丸君とやりましたけど、おお、なるほど、いや強いですね、うん、非常に、はい、あ強いなと思いました。いいですね。いや、うかうかしてるとそこら辺の竜使いごっそり抜かれますよっていうふうに思いましたね。まだ全然ね、青いところは多々あるんですけど。そうです、ストフォーサガットの花丸木です。まだまだ若干もう結局 XA に関してはと、で、まあ、実際の年齢的に若さの部分はまだまだ青い部分は多々ありますが、はい、じゃあ次ぐらいは私チーム組もうぜって言えばいいですかね。かなり全然頼りになると思います。そうなんですよ、強くなったら、ね、次あたり、そうそう、お塩さんちゃんとやってくださいよって言われますよ。いや、でも俺今までカペース組んでもストフォーで組んでもちゃんとやってくださいは多分言われたことはないです。そろそろ、うん、そろそろさすがですとかちゃんと言われてましたね。さすが吉野さんですわって言われてましたね。大丈夫です、恩着せがましい感じです。まあ、とりあえずあの私の投撃2010チームメートですから、次回1次回の花丸君対吉尾因縁の対決、うん、いやもう次回は組みましょう。次回は組みます。気になるところですね。次回は組みます。じゃあ次14、はい、14ハイパーバトルサイボーグ福山タコ様手ということで、福山さん、そうか、俺さっきからなんか揺れて地震かなと思ったのが、お前足癖悪いのね、椅子当たって。福山さんコミケ出ますけど大丈夫ですかね。そちらの方もよろしくという感じですが、ここらも割と仲いいバーサス勢で組んだって感じですかね。どうしたの、リュウ、ザンギー、ダルシム、うん、いいようなバランスはいいような気がします。そうですね。はい、まあ、頑張ってくれるといいですね。福山さんもね、最近川又君相手だったとか一生懸命かなり頑張ってますからね。やってますね。はい、はい、じゃあラスト15、真空スパイラルサイクロン、 DD トシさん、ヘッポコさん、ダケンさん、最近なんかこの辺で組んでもらってる感じですかね。ファイボーもこの、そうですね、ここはあれですね、立川正夫カメラ屋等の世代のもう真の、はい、あれなんでしょうね、まあ、キングホスルみたいなもんですね。それまあ、まあ、X の配信だからいいですけどね。化石全化石チームですね。先ほどのネモ君とか文鎮君とかみたいな、そのフレッシュな感じは全くなしです ね、 ですね。もう星垣的な感じのチームです、はい、でも何が起きるか分からないですよ。そんだけの長年のあれがありますからね。散々こねくり回した、はい、KOF の八代張りにこねくり回して、ね、ローレなテクニックがあると思うので、はい、期待ですね。はい、はい、じゃあもう半分終わった、よかったよかった。はい、じゃあナンバー16、ぬか漬け YUU アステカジェネ、まあ、ぬか漬けの名にふさわしい、そうですね、使ってる感じのご参加方が、ね、まあ組んでますけど、これはですね、老人会の、まあ、別名的な感じですね。別名的な感じですかね。はい、YUU さん、YUU さんはウルスで一時期、今もそうなのかな、ガイル世界一と、お、そういうところ相方であるんだな、全一ガイルとですかね。でアステカさんはあれですね、酔っ払ってなければいい人ですね。でジェネティと、はい、ジェネティは結婚して子供を奪えてちょっと人が変わってしまったなと、まあ、割と人が変わってますかね。相当変わりましたね。でこのぬか漬け、なんでぬか漬けなのかと、要するに老人になってしまうと、まあ、いろいろね、はい、若かった頃にできたことができなくなったりとか、はいはい、まあ、逆にそのぬか漬け、要するに老人になったことによって逆に味が出てくるとか、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、そのセロテープさんの名言から多分取ったんですけど、ぬか漬けはキュウリに戻れないと。なるほど。そうですね、要するにそんだけもう、はい、もう別のものになってしまったんだと。老人、年を取るということはそういうことだと。なるほど、セオテープさんからのね、ちょっとありがたい言葉ですね。ありがたい言葉。暮らして同じに同じ人間ではないんですよ。そういうことですね。さ あ、はい、さあ次、ここはあれですね、30玉内連邦、ここはミーですか、30ではなく、あ、30なのかな。ここはあれですね、寝屋川 ABC、うん、とか純正関西でですね、はい、エンパラーとかのカズ君、DJ 藤本の弟子ですね。これも比較的若手ですかね。ここは若手だと思いますよ、うん、まあ、これここもあれじゃないですか、20代じゃないですか。ええ20代なの。20代じゃない、嘘、だって藤本もだってまだ全然若い。いや藤本ももう30じゃないですか、あれ確かあの世代も30いったはずですよ。あれなんだっけ、あいつあいつ何したっけ、いったっけ、いったっけ、 4代目もだって前回20、4代目だと若すぎです。だって10代でしたもん当時。そうスーパー若いよ。まあでも彼ら3人もあれですね、うん、ここはあれですね、ぜひ江戸くんのチュンリーと秀くんのチュンリーとで、まあ、ガイル、シュウくんのケントで、ムーさんの
ラブシムと、まあ、キャラクター的にはうまいことそこで当たって、その似たような時期に始めたチュンリーの、あー、なるほどなるほど、今若手のホープチュンリー、関西のエド君、うん、関東のヒデ君、うん、どっちがどっちなのよと。なるほど、そういうのちょっとね、うまいこと当たってくれたら面白いなと思いますね。はい、ナンバー18、ここ以下略でよくないですか。飛ばしていいな、飛ばしますけど。ここはですね、はい、とりあえず最初チーム USA とかアメリカ代表とか、うん、な感じで、なんかチーム名で騙そうかなとアメリカチームならいいかなみたいな、したら開けたら僕らでした。とりあえずケン、ガエル、バイソンと、まあ、全キャラアメリカ人のキャラクターというコンセプトで今回組ませていただいてます。でここのところね、去年とかこの年のかける5か、うん、5オンとかでも僕がよく組んでた KKY ですねとは組んでいて、機械をほったらかしにしていたので、ちょっとそろそろ機械が爆弾がついてたら危ないので、はい、好感度を底上げするためにちょっと KKY 機械をレートに誘った感じですね、はい、僕基本的に全キャラ出して攻略する派なんで、はい、なるべく爆弾つかないように、はい、沼さんはじゃあ今回沼君はあれなんですよね、じゃバイソンであればっていうところで今回違うじゃん、本来ね大阪の赤鬼さんの予定だったんですよ、はいはい、なんですけど大阪の赤鬼さんがまあ、人ね、まあ、シフト等を立てれる側の偉い立場になってしまったので、もう全然まあ余裕でしょうみたいな感じで言ったんですが、本社の方からお盆の近辺にイベントをぶっ込まれて人数的にも完全にもう確保していたのに、もう万全の体制を整えていたのにイベントぶっ込まれて、まあ、店長としていないわけにいかないじゃんということで完全にはめで、すまんみたいな感じで、でそれ急遽あれですね、バイソン。なるほど。でくじ引き、トーナメント表をくじ引きで決めるんですよ。トーナメントどこのチームがどこの枠に入るかっていうのをくじ引きするんですよ。くじ引きしてます？適当な普段引いてまあくじ引きと言いつつね、ちょっとアプリを使いそうな、まあそうね、感じですけど、はい、そう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 、勝手になんか決めてないよみたいなコメントの数だけだった確かにまあまあまあ次行きましょう。じゃあ KGK、はいはい、KGK ここもあれですね、準関西、準関西ですね、まあ、KK アイスも今となっては完全にね準関西ですね、あっちですからね、はい、まあ、元々富山ですからね、うん、でダルシム、ザンギエフ、ホンダと、いやここもバランスのバの字もないチームですね。いやある意味いいんじゃないですか、でもある意味いいんじゃないですか、いいですかね、うん、いいある意味いいと思いますけどね、はい、これここもチュンリー、そもそもチュンリーがきついもんな、全然、まあそうですね、チュンリーはまあちょっとなかなかいいのないですからね、リュウがいないときついっていうのはありますから、うん、最初僕 KGK って何の略か分かんなかったんですよね、なんだろうさあ KKY 軍勢くすもそのまんまかみたいな、確かに、まあ、KKY さんが今回決めましたからね、まあ、KKY さんのセンスはそんなもんかなと思いましたはい、ナンバー20、はい、ストツアイドル中年部、いろはさん、きびだるさん、仮面ライダー、デギスさんって出てますけど、これ結構あれですね、いろんなところからの混合チームですね、さいろはさん埼玉だっけ、のきびだるさんは、いろはさんは岡山でしょ、東京です、岡山でしょ、きびだるさん、はい、でデギスはデギスだから大阪だろう、どうせでも本人はいらっしゃ、もう出ましたよね、ああまあね、うん、これ誰なんだろうなと思って、辛いなーって、これ KKY アイドル中年部、いや幼年部とか少年部青年部ってあんの、わかんないですけど、いきなり中年部中年部ってことですね、はい、ここはまずキャラクターとしてはね悪くなそうな感じなんですよね、はい、非常にね、うん、キャラクターとしては悪くなそうです、ダルシムがいて、リュウがいて、ここはどうしますか、ここは遠征扱いにしますか、ここは遠征じゃないですかね、君田さんわざわざ来ますからね、はい、次ガムリ、ガムリガムシャジャパンですね、これはなんかヒロシがカンシムさんに誘われたことによって組みましたということらしいです、はい、ヒロシ君じゃあガムシャラジャパン入りしたんですか、どうと、ガムシャラジャパン入りしたかどうかっていうのはカンシムさんに誘われたから受けたって言ってました、マジですか、はい、東郷さんの話は聞いてないです、とうとうピロシはですね一線ここに見えない白線があるんですけど向こう側に行きましたそうなんですよ、ちょっとねその件を話しましたけどね、うん、まあそうこの場を借りて挨拶しますさようならピロシ
向こうでも頑張れよ。っていうか東子さんの扱いがひどすぎるんですけど。まあまあまあ。あとカワシムはあってあれだもん、もうチームとか決めるのとかさ、もう諦めてる。諦めてもう東子さんが勝手に決めちゃうからみたいな感じで、カワシムが諦めてる感じ。諦めてる感じですね。だからトムザ君とかはよく会社脱北しましたよね。その中で、ね、脱ガム。さすがに脱ガムしたいって言ってました、ね。脱ガム。脱ガムよくしましたよね。はい、彼らは。東子さん。まあ、ピロシはここからはまあ長いでしょうな。頑張ってくださいとりあえず。はい。はい、次ナンバー2。もうここ本当あれですね。ここモザイクかけましょうこれ。もうチカチカチカとなんかこれ。じゃあもう次行きますか。いや一応言おうよ。これここだってやりすぎでしょう、だって、うんね。まあまあちょっとね驚きですね。この3人で組むっていうのはね。うん、そうね。うん、はい、じゃあ一応チームこれはね、まあ、1じゃなくて1と読むらしい。なるほど、1と読むということで。ナンバー1の1らしいよ。はい、もう良かったですな、ハッハって感じ。はい、魔王バルドグの博士ダルシムの棚島はバイソンと。で、博士玉島、あの二人やってんの？いや、ほぼほぼ1週間に、1週間に4、5回はあれですね、池袋のランブルで集まって。1週間に4、5回って相当な数ですか？そんぐらいの勢いで多分やってますよ。そんなにいないですよね、さすがに。何人かを玉島博士のよりすぐりのメンバーで、池袋のランブルで、もともとね身内練習が好きなんですよ ね、 そうですね、玉島さんとね博士さんって。そうですね、まあ、モア時代からそうですからね、割とこのね身内で仕上げるっていうようなあのスタンスなんですよ体は。なので、ね、あの前回やっているので全然やってないとかではなく、かなりここは割とね外から仕上がり具合を判別するのは難しいんですよね。これはですね、フランス競馬でいうとこの単勝 0.7 倍、勝ったのに負けたみたいな。まあそんなようなイメージはあります。はい、はい、ここはですね、あのおごられくんでとっとと酔いつぶして終わらせましょう。な感じです。はい、さあ次ナンバー23が、なんでひらがななんだろうね、国士無双。シノニー、黒いワン、ツーピーさんということで、ここはね、3人目がね、もともとはバルドグだったんですよ。はいはいはい。なんですが、急遽出れなくなっただかなんだか。で、たまたまですね。ここはだから、本当、秋葉原のヘイチームですね。割とヘイチームですよね。ヘイチームで組んだという感じですが、ツーピーさんって、ヘイに渡すか。うんとね、もともとね、関東にいて、はい、で当時、ガエルだったんですよ。ほうほうほう。で、ガエルと DJ を使っていて、僕が DJ の方がいいんじゃないみたいな。まあ、だから譲る系ですね。ああ確かに、うん、途中ガイルから DJ に変わった方で、で大阪にいて、うん、でまた今一時こっちいんですけど、またあの大阪に帰んなきゃいけないらしいんですから、あそんな感じなんですね。とかで、だからですね、あのスマ君とか、津村君とかは、おあ なんでこんなとこにみたいな感じで、なるほどなるほど。鶴瓶さん結構有名な方です。はい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 、はい、モンテの本当モンマン的な、非常にモンテ系、非常に上手です、ね、非常に強いです。あの、ね、黒岩さんもね、横浜セブンでモンマンテやってたんですよ。結構早い時間に来て、6時ぐらいにセブンに来て8時ぐらいに帰るんですけど、大体無双して帰るみたいな感じで、割とセブンのモンバーみたいな感じだったんですよ ね、あのハイパー台の関東の方々はちょっとね、あのですね、特に龍拳本田戦頑張った方がいいですよ、本田戦。まああの、はい、違うんですよ、あのセブンの場合は龍拳とかじゃなくて、こうもっと残儀とかフェイドンとかなんてなおさら無双したみたいな感じでした。まあ実際黒川さん上手いです。上手いですかね。あのね、はい、なんて言えばいいんだろう、あの他多分クスモンドさんだったりとか永田昇勝とかいろいろ多々本田使いいますけど、うん、本田使いね、不思議なことに全員似ないんだよね。確かに確かに、うん、全員ね、いやこれが相撲だろうみたいな感じの全員独特の価値観を持ってるのが全員違うタイプなので、非常に正直話して、あのまとめて向こう側に本田5人ぐらいやって、こっち竜とか剣とか使われたら正直めんどくさいですね。確かにこいつらって結構ね、あのちょっと違いがで、その違いでね、読み間違えて死んじゃうことありますからね。なので非常にの楽しみなチームだと思います。あと S 坂がね、確かにずっと下向いたまんまで下向いたまんまで S 坂、そうですね、そうですね、絵が変わらないまま手からなんかウェーブ出てるみたいな感じで非常に強いので、さて当たりどころが良ければここも強いと思います。さあ24、ここはあれですか、蒲田チームですかね。蒲田系、大森か、あ大森系ですかね、うん、蒲田というよりは大森に近いんじゃないかな、うん、ということで第の大冒険、うん、第3と第3のチーム大体第の大冒険出てますよね。それで毎回第3だけが大冒険なんですかね、うん、で第3、五郎さん、ヌルポガさんと、ヌルポガさんはあれですね、なんかもともと九州なんかあっちの方だったのが、あの仕事が、決まってこっちに来てきた、非常に若者ですよ。はいはいはい、非常に若者です。なんかその話聞きました、聞きました。若者がゆえにね、なんで S 剣かねえとちょっとね、ちょっとそこは目覚ましてもらいたいなと、あの常日頃から思っているんですが、まあ彼が選んだキャラなので、はい、もう怒り役ということで。じゃあ5番ですね、5番目、はい、ここも強いですね。強いですね。狭間、間際、出際と書いてますけども、じゃあ小高商店、赤ブラ焼き鳥ということで、
こ強いね。うん、まあ、3人目なんか想像にしたかったみたいなこと言ってましたけど、はいはい、まあ、焼き鳥さんを選んでとここ強いねいう形になりました。キャラが若干ね、あの S4 だから強いなあれですけど、ここは、はい、なんでしょうね、ここもあれじゃないですか、先ほどのあのフジモンと、うん、なんだその玉なし系、うん、にここもかなり盤石じゃないですか。ここもね、そうですね、 S4 がね、うん、相当だるいと思われるので、ここやっつけれるのは、まあ、ダルシムが頑張ればってところでしょうかね、うん、ダルシムとか、まあ、リュウとかが頑張らないとっていう感じですかね、うん、あと DJ か。あ、そうですね、 DJ もガイル以外には強いですね、うんうん、なんかという感じ。ここもね全然組み合わせで優勝があり得る、はい、うん、チームですね。じゃあ次、はい、仙台めくりおじさん、仙台めくりおじさんは友澤店長野口先生、見事脱北果たしたお二人プラスあとはですね、あの前回かける5でノーモアクローということで、はいはいはい、もうバルログはやめたよと野口くんがまたフェイロン、これ僕正直本当嬉しかったです。それ本当なんですか。だって前回だってあれじゃ、あのフォックスか、フォックスの時に、はいはい、あの四天王キャラクターがなんだアラバマくんかなんかいたんだけど、うんうん、誰かがいたから野口くんはバルログじゃなくてフェイロン出たの時のチーム名がそのノーモアクローだったはずなんだよね、うんうん、なのでそっからなのかそのまま、まあ、実際野口くんももう一緒みたいなことをあの当時12月1月ぐらい言ってたんで、マジすか、これ非常に嬉しいです。ここは期待したいです、はい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 、で仙台は仙台フェイロンの仙台と、はい、めくりはまあ店めくりでも店長、店長めくり、店長でめくり、はい、で友澤君がちょっと自分の部分に関してネタが思いつかなかったおじさんなんかちょっと失敗したなみたいなこと言ってましたね。でも友澤君って多分この残りの2人若いでしょ。若いですそね友澤君サソリ君と同い年のはずなんですよね。そう、うん、明らかこの2人と比べて ね低いはずです、ね、はい、まあ、おじさん一番若いけどおじさんと仙台めくりおじさん、ここは結構荒らしてくれると思いますね。これは荒らしの高いですよ。しかも、うん、あれですね、友田君も相当最近頑張ってますからね、うん、はい、な感じでね。インドジンズ次いきますか。インドジンズ何がインドジンズかさっぱりわかりませんけど、そう インド率ゼロさあおゆくん、おゆくん、おゆくんも若手ですね。でハーデストボーイ君現役高校生のハードコアサウンドエディターというかいろいろなんかね、多彩の子ですね。ツイッター覗いてるとねなんかいろいろやってますよね、はい、に倉橋龍と、うん、ですね。かハーデストボーイ君はですね、最初去年のエストでデビューですね、ザンギ。あ、そうですね、うん、すげえなこの年齢でそのザンギやべえだろうっていうところだったんですが、うん、その次の S フォックスか出た時にホンダ出て書いてましたね。まさかの永田翔がとチームを組んで、はい、でホンダ永田翔がにセコンドついてもらって、うん、超贅沢な状況での、でそこで感銘を受けてしまったのか、もうザンギはやめだとホンダだとでホンダ、はい、ですね。で倉橋君って君付けしちゃったよ。クラピョン、まあ、別に年下だからいいんだけど、クラピョンは非常にやる気がある若者たちだなということで、地元も近いということで町田の、うん、UFO、はいはい、この辺でねやってるみたいな、うん、そやってるまではいいんですけどね、今日のツイートとかでも見ましたけど、はい、ハーデストボーイ君がメガネかけてんの初めて見た、うん、おいおい、相変わらず可愛いなと、ちょっとね、うん、発言怖いなとちょっとクラピョンがね、ちょっとハーデストボーイ君はあまりに可愛がりすぎてて、まあそうですね、まあ、確かにね、うん、可愛らしい感じなんだよ、うんうん、男の子なんだけどさ、そうですね、うん、だけどねちょっとクラピョンがたまに怖いなと大丈夫かと俺あとからクラピョン怒られないかな、大丈夫かなまあいいやはい、じゃあナンバー28、はい、お茶丸くんセロチュンリー教授というチームで、いきなりカプコンファイティングオールスターズ先生、チーム名投げんだよこれもなんかあれですか、ここはあれですね、今回のポスターはいはいはい、これ今画面出てるんですけど、ポスターが、うん、まあ、3人対3人 の構図になってまして、はい、まあ、上から3強と僕が思った判断ので、バルログとチュンリーとダルシムの3人に対し、うん、下にもうザンギとブランカが倒されて、もうキャミン1体でこれやろうみたいな感じのポスターなんですよ。でその上の3キャラのでチーム組みたいねっていうのを教授はずっと言ってて、でお茶丸くん捕まえたんですけども、はいはいはい、でもチュンリーがどうしても捕まんなくて、まあ、名前だけセロチュンリーと、うん、セロテープですね。あ、そういうことですね名前だけでもポスター感を出そうと、ずっとしばらく取り出したのか。そうですね、なるほどなるほど、それセロチュンリー、今ツイッターもセロチュンリーからなってますからね。でもセロ様本人からそろそろ辛いみたいなこと元に戻したいとなるほどおっしゃってました、はいはいはい、まあ、ここもね、あれですね、何か曲がり間違えば
ラウンド1だけが強いセロ様が。でもセロ様あれですかね、あのユーベ側を、そうですね、この間過去2回引退に追い込んでますから、ね、これ負けたら引退やって言ってるところで、ゆうべがシスみたいな、ですからね、あれどうなんですかね、あの後無事でやられたんでしょうか。引退した後その直後にゆうべがセロ様に、はい、すいませんちょっともう一回やらせてください、ゆうべがさんが謝るところとか珍しいですから。そうですね、うん、で百先なんかやったんですか。それ やらないでしょそんな。ゆうべがさんを引退に追い込めるのはセオテープさんだけですから。はい、確かに、しかも2回やってますから、2回ですか、だから引退2回は確かにやばいですね。さあ次、はい、あここも恒例のチームですね。そうですね、あれあんた愚痴かい。そうあれ、いや今回、はい、財界チーム決まんねえなとか言って、うん、行ったらテラさんに行ったら、うん、なんかグチさん探してましたよとか言って、あと一人とか言ってたんで、うん、なんかその場で電話したら、あじゃあ決めましょうとか言ってなって決まりました。あそう、はい、あそう、お久しぶり。そうなの、いやなんかここは吉尾はさ、俺てっきりなんだ、あのまたベイビーさんとかさ、いやそうなんですよ、その予定だったんですけど、うん、あのなんかちょうど一人余ってるからって言われて、今回さ、いやバイパーさんが次年度にしてねえんだよ。あなんかだからそこら辺どうなってんのかなと思う、だからそこら愚痴か、そこいうこら辺が行くんじゃないかなと思って、確かに確かに、まあうっかり吉尾が入ってるので、まあザンギーガイルリュウと向こうはどうなんでしょうかね、うん、まあいい感じに盛り上がるんでしょうかね。ちょっとね、グッチさん、この電話した先週か先その前の週か前の週ぐらいのニュートンでちょっとボコれたって、ちょうど良かったです、タイミング的に。ボコれたってどういうこと、チームメイトボコってどうすんだよ、その立場的に。あ、お前誘ってもらったのにお前上に立とうとしてんの。あんまやってなさいけそのね、そのちゃんとやってんのよ、しようみたいな感じで煽られないようにちゃんと、いや僕君らと違ってやんなくても強いんでみたいな、そうさかしいことを。いやそういうのよ、ちょっと吉尾さんもな、若い子もうちょっと若い子、いやこんなんじゃなかったんだけどな。いやいやいや、ちょっとしばらく見ないうちに。いやすいません、本当組んでもありがとうございます、助かります。吉尾さんとももう10年ぐらいですか。昔の吉尾さんは綺麗でしたな。すっかり汚れしまって。さあ次、はい、さあチーム名いいですね、煽らないハンモック、ジョーデン、ワニケーということで、ブランカ、ケン、ホンダ、なんか今回ケン多いね、ケンとブランカ ねちょっとキャラ弱そうな、キャラきついね、これね、3人ですが、これがね、例えばの話ね、クスモンドさん、小村さん、アニケンとかあったら、いやこれここチームずるいねって、まあ、実際そういう食ってましたからね。そこのキャラ、このキャラだけで見たらあれですけども、実際ね何が起きるか分からないです。ハンモックさんもいろいろね、ネタだったりとかかなり頑張ってはいるので、さすが吉尾さんですわって言われてる、立ち回り全員一ですから、まあいろいろありましていろいろありましたね。ですね、さあここも遠征ですね、あの静岡から来てもらえるっていうので、そうですね、はい、ありがたいです、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ頑張ってほしいです、頑張ってほしいですね。さあ残りラスト1ページです、残り3つ、うん、はい、31、これリューチェル的な感じでひらがなにしたのかなさあ俺あんま芸能人疎いからさ、最初分かんなかったんだけど、今思った、なんだっけ、金髪の、あそう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 、なんかよく分からん、はい、2人いるじゃん、喋、はい、ってんの見たことない、なんかないから、どんなキャラか分かんないけど、まあそれのだろうね。ということでペコ、エスケンのセオ、チュンリー、シャル、バイソン、いやここ当たりたくないですね、ここ結構面倒くさいです、当たりたくながるチーム多い、ね、セオシャルはシャル君中野にすみませんってね、割と自分仲良しになったというか、そしてここ、うん、セオ君とシャル君仲良しかつ仲良しです、ね、最近チームもずっと一緒に、うん、でまあ2人ともあれなんですよね、うん、まあ、中野の連中はそう竹川からそうなんでしょうかね、全員ね、メイド的なものが好きらしく結構ね、シャル君がね、あんまそういうキャラじゃなさそうだったんだけど、あいつそこぶっ放してきます、全然ぶっ放していや、むしろそういう風にいじってほしいって言ってたんで、むしろなんかそういう真面目だと思われてんのが嫌だみたいな、全然シャル君はそれ甘んちゃいますけど、セオ君もそうっすね、いやセオ君は聞いてないわいいんじゃない、シャル君は そういうキャラだと思いますけど、あれね、結構ね、すごいなと思って、あれこの子セオ君はちょっとあれじゃないですか、編集でカットしてもらえればさあ、ということでここもあれですね、本当にキャラクターも強いですし、キャラクターも強いですしね、何が起きるか、これもすごいですよ、相当ありますよ、そうですね、うん、さあ、ナンバー30に来てしまいましたね、来てしまいました、
農業コリー業が来ました。そうですね、農業、はい、ここはね農業さんが、まあ実際休みとかその不確定まだどうなのか分かんないと、うん、なんかねピロシと入れ替えたから、ね、確かにほんなんでピロシあっちに行っちゃったかね。これなんかねペコさんが最初に先に誘ってで組んじゃったんでピロシがどうしようかなと思ったところに川島さんが声をかかったらしいっていうのはあったらしいです。ここはね農業さんが休みだったのと で、まあ、でも白石くんとね平良くんがね、あ白石言っちゃった、白くんと本名言っちゃったよ白くんだ、白くんって呼ばねえかな、平はだって本名だろ、だってこれ本名ですね、まあ、本名って言っていいのかどうかわかんないけど、まあまあ本名でいいやって白くんと平良くんは最近あの鹿島田のマットマウスでよくあの結構来てるんですか、結構来てます、シロー君はあのもう2ヶ月ぐらい毎週来てるよ、カメラさんは半年ぐらい毎年来てて、面白い、そうシロー君ほぼほぼいるレギュラーで、あーすごいですね、レギュラーで、タイラはあの時間がうまく当たればあのいい感じに来てる、はい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 、はい、でここはね、農業がダメということで、うん、シロー、タイラ、ジャイアンで組む、うんうんうん、組めたらなと、それも熱いですよね、言われたんですけども、うん、ジャイアンが当日にねなんか仕事かなんか講習会かなんか午後から入ってしまっていて、それを午前にずらせればワンチャンみたいなこと言ってたんですけども、それがねなんともならなくて、はいはいはい、でポニーさんに2人と組んでって、またポニーさんはあそこの2人怖くねとか言いそう、まあ、超怖えんだけど、タイラはいいと思うんですけどね、そうそう、タイラはまだあれだけど、シロが怖えってあいつ怖くねーみたいな感じのこと散々言ってて、いや怖くない怖くないって、あいつらもあいやってねえから大丈夫だって、いやいやそういう問題じゃ怖くねーと言ったの、言ったせいなのか、先週土曜日立川大戦があったらしいんですけども、まあ白石くんもまあちょこっとやっとこうかなみたいな顔出したらしいんですよ、立川行ったことなかったらしいんで、どんな感じで盛り上がってるのか見てみたいみたいな、ちょろっと行ったらチーム組むことが決まってビビったのか、あのポニーいたらしいですよね、いや私もその情報手に入れましたね、いてで、なんか結構この白くんがあれポニーさん、なんか思ったより強いけどあれちゃんとやってるみたいな感じの、なんか感じで怒る要素がなかったらしいですよ、それはそうですね、うん、なるほどなるほど、まあ、でも一応シロ君からも現地はどうでも、いやいや、ちゃんと一生懸命やった当時だったらまだしも、今この状況ではさすがに怒ったりしないですよあ、でも全然怖かったですね、嘘だなこれ、まあ、ポニーさん気をつけてくださいね、あそこで、いやね、あそこはね、本当に、いやもちろん仲いいんですけど、今日も大山に来てました、マジで、どっちがコヒー方白い方？コーヒー方は行かないでしょ。白い方行くんじゃないですか。白い方今日までどっち？だっていや白い方大山が遠いだろ。白い方結構ね大山好きですからね。どっちがですか？大山に行っていたというのは。皆さん鹿島田のマットマウス毎週木曜日あれですね、夜10時からおっせー夜10時から白カメラ屋僕あとなんだその何か、ねうん、対戦会やってるので。あマジで？あマジで？へえ。へえ。それマジあいつビビってたからね、いや白が怖えんだってとか前ちょっと話したんだよ、いやマジ怖くねえとかまあまあ、まあ、マジでやってんだ、うん、それは、じゃあ良かったですね、そうですね、ちょっと期待できますね、期待できますね、はい、うん、平君はね、この間3ヶ月、あの子もね、今はね3ヶ月に一遍触るか触らないかっていうのでもう早何年、うん、みたいなペースだ、そう大会の時にちょろっと、うんうん、大会の日に 1,2 回触って、はいはいはい、っていうので3ヶ月ごとぐらいなので全然やってないんですけども、この間マットマウス来た時にはもうあれですね、みんな大好き小高商店、うん、大興奮してましたね、まあ大好きですからね、大興奮してました、うんうん、まあ私も好きですけど、最後まあ、僕もツイッターで小高との LINE 画像貼って小高にちょっと個人情報とか言われてましたけどはいはい、はい、最後ねなんか今の間に合う的な感じのでソニックのナイトメア食らったんですよ、うん、でまあ、いやそもそもあれ間に合うかねみたいなこと言ったら確かに平良はなって横も縦も横も縦もタメが早いからなっていうふうに言ったら、小高のコメントが、いやもうあれはもう家出る時からずっとタメしてたいや家何言ってんの家出る時から結構好きなんじゃない、そう家出る時からタメてきてたなあれです、そんなにって言ったらもうずーっとタメてたっていうあれあの後にちょっと LINE 続いてるんですけど、いやだって一回出したらため解放されちゃうじゃん、いやもうずーっと持続もうそれしか言わなくなったんで、もう LINE もう僕閉じましたもういいやってな感じで、あれはちょっと平じゃない、小高のちょっと本物プレーを見ましたね。さあナンバー33最後の、うん、来ましたね、カメラ屋
立川正夫、松崎と。松崎って誰？これはですね、あのスーパーファミコン版の一つ国技館大会、初代スーパー、うん、あの一つの国技館大会のチャンプです。チャンプ松崎。あああの方ですか。よく連絡つきましたね。なんかあいや、ね、だってカメラ飲み会とか来るし、ね、俺でも連絡取れるよ。あ、そう、あまりレアではない。あん中にいらっしゃるの。全然、あ、私じゃあちょっとすみません、そこは存じ上げない。全然申し訳なかったです。はいはいはい、ですね。ということで、立川正夫が一時期ね、朝からマックシェイクあカバンからそれ、これ万学さんなんですよ。小高がね、うん、ま、マットマス来ると、うん、まず席座るじゃん、はい、ふーみたいな感じ。カバンから紙袋に入ってないマックシェイクが出てくるんだ。ほうほう。え、カバンの中に生でマックシェイク入れる？入れないです。倒れた必ず出すんだ、はい、俺もなんか、え、それ倒れ、え、生でそんだけで入れてんの。いや入る入る入る、いやいや入るのは知ってるけど生で入れなくない？紙袋とかもらってないの？いやこれな、片言な感じなんか直接入れるってやばくないみたいな、そうな感じので、ね、なんかおかしな人だなって思う。まあおかしいな人ですね、うん、なんか感じなので、そう、まあ、小高はよしとして、はい、あのね、立川正夫さんがね、一時期ね、行方不明、ワンチャン行ったかみたいな感じのあれもあったんですけど、まあまあ単純にね、携帯電話が大会費もなく行かれていたというだけで、ですね。まあ無事。無事戻って。ということなので、去年同様はですね、立川正夫と、フースケ、はい、スーパーストリートファイター 2X、ゲームスト杯優勝、チャンプのフースケと、同じくダッシュ突ダッシュ、チャンプの立川正夫とで、今回のエストも始球式、おやりますか、やることになりました。はい、まあでもね、ふうすけさんがね、ちょっとね、まだ当日どうなのか分かんないので、もしやれた際には、最近あれですね、感謝、ためにためた感謝、最近、カメラさんは金曜日から水曜日までに1週間感謝ためて、木曜日の対戦に放つと。放つと。勝利権出るんだよ、最近。1週間、6日間ためにためて、感謝たまってるから、でもそれであれですね、その日のですね、調子に乗って勝利権たた出してると、そう、明らかにその枯渇したのか全然足場届かないし、だから弱くなってね感謝足りてなくねみたいなな感じでね、もしだからフースケさんがダメだった際には、うん、立川正夫が打つ、立川正夫の打つ、龍が打つ波動拳をカメラ拳が昇竜拳で避けますか。そう、カメラさんがたまに昇竜波動拳、昇竜拳で避けんだ。僕そんなんかの間違いじゃん天変地異じゃんいやいや大丈夫、俺本人の前でも言ってるから。そうの、そうカメラさんが、そう感謝、感謝か、宗教的な感じなんですけど、感謝教っていうのをでカメラさんの中の神様は、神は6日間感謝を続けたと、で7日目に大足を振ったと、そして対戦がしたいから人間を作ったと一人じゃ台足払い振るだけじゃつまんないと、対戦したいから人間を作ったと、ね、そうカメラ、そうそう、感謝教の神様の話はそうらしいです。なるほどなるほど。6日間感謝して、ちょっとね、分かってきました、カメラさんの思考アホですよあの人もアホですよ、まあ、というわけでですね、まあ市民紹介で見ましたというところで、はい、あと、まあ、当日の1、2ってあるんですけど3まであると。そうですね、当日いう感じで大体 の、 ザックバランの33チーム、はい、99人、どいつもこいつもあれですね、X やってない方からしたら完全にアホですなっていう感じの、うん、大丈夫かてか、もう一回これくじ引きって言ってますけど、はい、くじ引きアプリで一瞬で終わって、それでもいいんじゃないかなと思ってんですよ、ね、なんかチーム紹介だけの配信になりそうな気がしますけど始球式、すいません、そうなっても皆さんちょっとお許しください、始球式でザンって、いや始球式で足払当てちゃダメだろあくまで、じゃあ僕迷ったんですよね、波動拳を昇竜拳で受けるか違う人を出して切るか、立川正夫とカメラ屋とで、はい、そう、パンチボタンなし、もう足払いのみ、ファーストアタック取るのはどっちとなるほど、それ熱いですね、確かに、うん、キックボタンしか使っちゃダメですよっていうので、ね、それの方が熱いから、ファーストアタック取ったら勝ち、まあそれは1週間決めましょう。そうですね、はい、小山当日ですね、そうですね、小山君はね、当日になりましたね、はい、で一応ね、今回、まだ来てないですよね、シンクに残念、死んでんじゃねえかよ。なんだっけ、今回、まだ決まってないんですけど、外人が3人ぐらいと、はいはいはい、あとは、中村さんが、
来れるか来れないか、まあ、ほぼなんとなく今のところ五分五分、はいはい、まあ、中村さんの五分五分はね、あの9割なんでまあ来れるだろうと思うの。あとは先ほども名前出しましたけど、はい、バイバーさんとかどうなってんのかなみたいな感じは、うん、あとはあれですね、あのちょっとこれ SNS 太古の MSS、SNS、はい、ミクシーからの情報ですけど、はいはいはい、情報っていうか俺マイミクだから見てるけどさ、ふたちゃんが お休みが取れたということで、チューブ 今から決めるんですか、じゃあチューブみたいですよ。へー、もしかしたら4代目とか、もしかしたら黄色い DJ 伊藤さんとかあるかもしれないです。確かに確かに、あるかもないかも。後藤さんはあれですかね、最近は後藤くんはじゃないですか、もう結婚してどれもいいじゃないですかあいつも、僕はあいつもともと剣使いで竜にやった人間には冷たいんで、察しにもそうですよ。ちょっと待って、何ですか何ですか、だいぶ本人の前に言ってますから、だいぶ遠征してもらってるあれですかね、後藤さん今まで知ってますよ、過去10何年知ってますよ知ってますよ、だいぶ遠征してもらってます、知ってますよ、本人の前でも言ってるから、別にこれ陰口じゃないから大丈夫会うたびに、まあまあまあ、でもね、奥さんもなんかすごい感じいい方で ね、 そうですね、すごいいいですよね、お父さんもイケメンだしね。後藤君はね、何、かの大会の時にね、小銭入れを忘れてって、はいはい、で、あの画像とかして、これ誰が落としたのみたいな、それ後藤君が、あ、僕ですなんて、じゃあ次の大会の時取りに来てねって言うんです、僕ずっと持ってたみたいな。それはあの 孫さんのアクセサリー、僕ん家に2年ぐらいいましたからね1年とか2年ぐらいいました、ね、まあそういうのあります、はい、あのエータっていう、あの今やってるやつも、あのズボンうちにずっと置いてあって、1年ぐらい君家だってあれじゃん、だからもう誰が遠征勢が物忘れたいなことなんですよね、うん、あれはね、うん、まあまあその話を置きましょう。で、チーム紹介するんで、もう配信終わってもいいんじゃないかってことで言ってましたけど、怒られるでしょ、で、どうしましょう、これなんか、なんだっけ、さっき俺、なんだっけ、当日予選は D は当日なしかにしたのな。そうそうそう、シューティング D は当日なしですいいな、疎通だから D、ちょうどいいな、はい、で、ABC でまで行きましょうっていうのが、当日ですと。で、はい、遠征はじゃあどこします？どこ遠征認定しますか？遠征認定とか別にいいですか？遠征じゃなくても。いやー、なんだろうな、一応一人は入ってからなんで、その一応 4チームに、だから4の倍数いてほしいんだよね、できれば遠征が。そうですね。だからその4の倍数に、例えば9チームとかに遠征いたとしたら、まあ残念、グッバイみたいな感じの。な感じので、だからそう逆に7チームしかいなかったら、じゃあ阿部はどこ遠征扱いに、ね、まあ、そんな感じですね。じゃあまず候補上げていくと、ちょこメモ欲しいよ、メモ。露骨遠征、まずこの今出てるウォンテッド、まあ、これもでもゆうべがさん、猫ちゃんボールペンない。ゆうべがさん以外はね、大阪と中部となのでね。マジックじゃダメですよ。あ、いい。かけろ何でもいい。かけろ何でもいいです。ありがとう。組み合わせ決めて勝敗予想し、いやもうこれ魔王博士魂、あそこだって僕魔王に言ってますが、お前そこを優勝しなかったら全員土下座だろうみたいな、はい、そこは確かにそうですね。じゃあまず04が候補ですね。なんだっけ、ウォンテッド、はい、ウォンテッド、まあここがあれね、の2人ね、3分の2ね、3分の3は 100% だから、これの4番ウォンテッド、ゆうべがんとこ言ってかと、はい、はい、で次が、アベのとこもあれね、一応ね、保険ね、はい、そうですね、アベ3分の1、ナンバー7がナンバー7、あ、輪掛け完全に遠征ですね、輪掛けは3分の3、そうだね、はい、で次は次、あれだね、ハルさんが福岡だね。でもこれなんか、福岡なんで、福岡って地域かぶってる人いないですよね、他に。確かに、いないと、だからあんまりそのどこと戦うっていう意味では、ね、どこでも一緒っていう、確かに遠征なんですけど、与田さんは女性に厳しいね、遠征なんですけど、それ組み合わせは別になんでそんな必死なんですか、遠征吉尾って誰ってすごいこと言ってきてる、遠征なんで、はい、今そのね、そういうあれはしますけど、その組み合わせ的には別に意識しなくていいんじゃないかなって、あ、まあね、うん、確かに気はしてます。あれだって阿部君今九州なんじゃないの。ああ、そっか、かぶってますかね、どうなんだろう、どうだろう、かぶってる、まあ、確かにできればかぶんない方がいいですね、そこね、まあ、一応じゃあこれフォローでここ春って書いておこう、はい、次で次がここのページいないんじゃないの、ここのページはいないか、いないですね、はい、で次がアッコさんって今通り過ぎた、アッコさんって今いた、もう一個前、あ、ここか、ああそうね、アッコにお任せ、そうね、チーム名のアッコじゃないかよ、
これも3分の1か。3分の1ですね、うん、でも山翔くんも確かあれじゃね、なんかこっちじゃないんじゃなかったっけ確か。あ、そうなんですか。確か山翔くんはあれですよ、あの J だよ、 J、 ジロケンの J、 間違った、 J ハウスの J。 あそこの人っすか、多分確か。あれ何これ赤字で書いてある、吉尾さんは何なのこれ赤字だの。赤字はあの多分関係者コメントですね。あ、そう、生きのいい若手がですけど全然若くねえでしょ関係者赤字誰だ、誰だ吉尾さん赤字誰、赤字ボス、ボスじゃないよ。吉尾さん生き、生き良かったんですね。生きはいいのは知ってますけど、ボスの可能性高い、生きがいいのは知ってましたけど若手かどうかはちょっと知らなかったですね。ボスは前回もなんか動画説明文に若手の吉尾くん帰り使いとかとか大体いつも見てるやってるからね。あっこが3分の1で、3分の1じゃあこれ3つ目なら、あっこ、あっこ、はい、はい、でじゃあ次行きましょうか、はい、次のページがなかった、なかった、次がこれてっぺんとこだ、これ3分の3てっぺんとこ、はい、このだから遠征だから輪掛けと、輪掛けとこの30段なのか三重、はい、はい、その例えば別に東北と大阪が当たるとかは別にいいんじゃない、いいですよね、それはいいんじゃない、うん、だこの鉄平と輪掛け、ここは当たったらかわいそうだ、ね、山椒君石川県、別に山椒君が石川県って言っても別に石川県同士が いないと思うので、まあ、ゆうべがさんの実家ぐらい、まあ、ゆうべがさんの実家ですけど KKY さんも実家ですけど、じゃあ KKY は富山で、だそこ、そこさ、そこを意識する人あります、まあ、別に当たってもいいんじゃないかっていう気がしますね、はい、これ何、吉尾さんは物腰穏やかそうだけど煽ったりするしまくりですね、煽りの吉尾として有名ですよ、それはかなり荒ぶりますね、もう何度僕腰抜かしたことか、いや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 この KGK も大阪だ、 KGK は完全にあれですね、はいで君でアイドル、アイドルは3分の2ね、あ、そっか、3分ん、一撃さんってあれか、あ、これデケシュって一撃さんか、で一撃さんって静岡だろ、あ、そっかそっか、うん、じゃあまあ静岡とは当たりたくないみたいな感じですか ね、 ね、じゃあこの場合は、はい、個人情報わらとなってる。さあガムシャラは、まあ、ピロシーがあの、まあ、これガムシャラの国に出しまったからマオさんが3分の1です。これ3分の4とかじゃないの、なんかもうここそもそもだろ、まあ、そもそもですね、だからあんまりだって、だってマオとだって当たっちゃまずいのってバルログ同士で当たっちゃやばいって、やばいだろこれ、だってあれでしょ今のとこオペマイと当たっちゃいけないのと、あとチューブ、チューブ、あれさっきチューブのやつ誰かいたよな、誰だっけチューブ、なんかどっかなんだっけ、とりあえず今のとこチューブは、チューブのそのオペマイとマオが当たっちゃいけないぐらいでしょ、あ、ここか、これでチューブってたのか、そうですね、ここぐらいです、だここだけ当たんないぐらいば、でもなんかそのあれですね、真央さんとオペマイさん当たっちゃうだってのはちょっと刺激的なものを、うん、も1回戦で当てたい、むしろ当てる、当たらないよみたいな、でもそれ当てるとね、当てるとくじ引きで決めたのかかわらず当たったぶんゆうべがすげえ怒るからくじ引きだっつってんだろってすごい怒るからね、ゆうべがさん、このここも大丈夫ですか、ここも、あ、ここはだから静岡またすごい辛いこと言われてるこれいけないが、いけないが、教授がチューブですね、あ、そうですね、教授がチューブ、うん、じゃあ教授ダルシムバルログバルグ、教授ラッキーですね、バルログと当たらないで済みますよ、いいですね、ちょっと命が長引きました、教授これでもさ当たんないようにするのって厳しくねで煽らない、煽らない、これもどこだっけ、静岡です、静岡、はい、煽らない3人ね、3、今のところ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 あとはないですね、あとないです、11チームが、はい、あれだね、そういうような3分の1だったりとかがあるところかな、はい、うん、まあじゃあ当日予選が、うん、当日枠がない D ブロックに11だから4443で当日枠ない代わりに、うん、当日枠もないわ、かぶりのその枠も3つしかないわみたいな感じで D でいいんじゃないですか、他全部4つずつで、うん、そうそう、だもしさすがに1回戦でかぶるのは なしにしても、はいはい、まあ、うまくそれでばらけさせてからのにするか、だからそのこれね、だからかぶらないようにする系のねくじ引き
無理だった分かっちゃいたことだけど。いや難しいですね。だからそもそもこのいつらをもうそれぞれ の, あのブロックにもう勝手にこっちでじゃあこうことここっていうに当てはめて、で残った枠でくじ引きをするしかないんだけど、だからそうするとさ、当てはめるっていう時点でさ、もう人為的な何か見えない力ではなく見える、見えてんじゃん今配信してるから、ね、見える力が作動してるじゃん、うん、だったらもうなんだ当たったらごめんねてへーみたいな感じので、てへーになるまで引き直すってとこありますけど、ね、やだよてへーいや言うて 5、6回やれば当たるんじゃないですか、じゃんけんぽんみたいな感じでそうどうしたそ、まあ、だってでもそ5回6回とやるたびに魔音とこと当たったチームは一喜一憂するわけだよ。まあそうですね、確かに。いやでも別にそれ毎回公表するじゃないですか、俺らが見て、俺らが見てて君のはまずいか、確かに、でも確かにまずいな、俺らが見て君のはまずいな、まずいから、いやでもまずいって言っても結局だし、だから魔王のところは、魔王のところはだからそのオペマインのところ、うん、極端し、これ今回ってあの一発トーナメント、あのダブルイルミネーションでも何でもないし、あの敗者復活もないんですよ。なのですが、あの2位抜けトーナメント、その9チームのうちの2位抜けれるので、はいはい、ひょっとしたらですよね、この今出てるこの A ブロックで出てますよね、あの画面上に、これのうちの左側のどっかしらにあの魔王チームで、右側のどっかしらにオペマイチームっていうんだったら僕ありだと思ってるんですよ。だったら1位2位の、ね、別に抜けれるでしょ、最悪両方とも死ぬはないでしょみたいなっていうので、うんうん、まあ、それはありかなと思う。そこを猶予をつければあのくじ引きは相当のそこまでゲーっていうことにはならないと思うので、じゃあ36まで、うん、どうしようかな、うんと1、2、ん？だから先にじゃあ優先枠だけ引いちゃってたんですかね。いやもう、いやいいんじゃないこれ全部全部がガサッと普通にやってガツッと、だからここの今数字何番かつけたでしょ、この数字のとこはこの結局ほら当日だから1から8番目の9から10、11、12、13、14、15、16、17、16までか8個だからのの17から24と25から33、25、26、27、28、29、30、31、32、33、そうだね、ここのでこう区切られているところの、うん、同じところにこいつらがその例えば1から4の間にこのマオンとことオペマインとことかがあったら同じ列になっちゃうじゃん、はい、だからそれをだけ避けてあげればいいだけでしょ。そうです、そうです、うん、いけんだろこれな、さあとりあえず1回戦を、そうですね、1回戦マオンとオペマインで当てたいと思うんですよ。いけるだろそれでっていう、何あだからそれつまり、うん、もう一気にやっちゃって、うん、ってことですか。え、うん、一気にやっちゃって、うん、だって時間まずいでしょ。まあそうですね、あの時間もそうですけどあじゃあそれじゃあ一応ねこのあの何でしたっけ、ね、何でしたっけ、ね、僕今日のためにね、あの何でしたっけ、Google のプレイストア、僕 Android なんで、あの Google のプレイストアでとね、このなんて名前だ、真の乱数、なんかよくわかんない、なんか一番上トップに出てきたその乱数って入れたらトップに出てきたあのアプリを落としました。あのインストール、まあ、タダでして、これタダだよな確かはい、はい、乱数、あそう乱数生成っていうのでやったらトップで、真の乱数発生器とかいうのが評価が 4.5 で、僕こういうのに弱いんですよ、評価 4.5 でじゃあこれでいいやみたいな感じなんだから落として、これでちょっとやりたいと思います。え、じゃあこれそれでもしじゃあその隣引いちゃったらやり直しってことですか。そうだね、露骨に隣っぽいのが、だからこれ一応だからそのチン順番は最低限とその吉尾さん違う紙にメモってほしいんだけど、それであれですね、あのあからさまにこのなんだっけ、その魔王のとことオペマインのとことかその同じとこだけはある程度メモってほしいんだけど、ここはかぶっちゃダメ、大阪なんて3つ4つあるじゃん、そこはかぶんないようにっていうだけ。つまり何メモればいいですか。1から8までとりあえずこれから出て数字が出るので、あはいはい、その数字が出たのは組み合わせになるわけですよ。はい、じゃあ皆さん聞いてくださいね、33一気に
乱数をドバッと出ます。ドバッと出ます。1個ずつやろうとするとね。ただし、そう、まあ、1個ずつしたかったんですけど、まあ、ちょっと時間とあれの関係で申し訳ないんですけど、一気にやります。ただし遠征組が、隣り合った場合、もしくはその1個隣まで、1個隣まで隣り合った場合ですかね。1個隣まで隣り合った場合は、引き直しをしますと。でそれはあのできることならあの画面上に見して、はい大丈夫みたいな感じを見したいところなんですけども、のね、ちょっとそれをやってるとなかなか終わらないような感じなの。一応ランダムでどんな感じになるのかっていうのだけ見せておきますね、今ね、本当ね。これ、あ、肩折ってできた？入れ替えできた？いや、ちょっとあんま分かんないですよね。できた。見えるかな？なんかね、とりあえずね、こんな感じでね、ピッて押したら、ね、数字がね、モリモリ変わんのよ。そう、こんな感じでさ。あ、バカ。こんな感じでね、数字がね、数字がね、コロコロ変わるんですよ。33個、順番がね、あの1から33までの数字を適当になんかランダムに並べてくれるっていうようなアプリなんですね。な感じのなので、それでやっていきたいと思います。すいません、ちょっとね、今マイクカメラすいません、今ねちょっとね、おお、なんだこれ、オバグリになった。ランダムで同じ数字が出ちゃダメよっていうのでやってんのに22が3つぐらい出てきて、出ちゃやべえだろ大丈夫ですかそのこれ大丈夫かびっくりした大丈夫か、あ、大丈夫っぽいいな。あ、とりあえず今一回ポチッとなと、うん、大丈夫、すいません、ね、今ね、あの猫舌にあのカメラ起きてきないって言ったんですけど、ちょっと今設定した人が違うのでとりあえず、はい、今やってみましたあの、ね、できると思うんだけどね、多分あれだよね、エクスピットのあのちょっと、あのこれ、はい、ちょっとそれ太いからさ、なんか違うボールペンかなんかがないのか、それからもしくはもうちょっと大きい紙とかので、なんかあります、最低限度さ、なんか、お、なんだよこれ、いや大丈夫です、もうこのままこのままでもう大丈夫です、はい、まあまあ画面に一回映ればいいと思うんで、そうそう、画面に一回映ればいいと思うんで、さっきでも一応アップにしたから大丈夫ですよ、大丈夫、うん、キャップ上みたいなやつも全然見えなかったんで、あ、マジですかさっきでもどのアプリ落としたかっていう話はしたんで多分大丈夫だと思いますよすいません、ちょっと豪傑殿に来てもらっちゃいました、すいません、もう飲ましちゃってさ、ね、はい、こんな感じ、表に来ないですかね、どうでしょうか、起きた、うん、とね、はい、こんな感じでね、なんかあ、これ数字真っ白で、あ、見えない、これ見えてますね、そう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 、これでね、これ33かけるってなってるのが33項目で、1から33で、まあ、このね、下のこれ見えねえよ、このね、下のね、これかな、お、なんか押すたびにコロコロで数字が変わるんですよ、これこんな感じでね、パッ、はい、パッパッと変わっていくので、それでまあうまいこと、うまい数字の羅列があればなというところで、そうですね、まあじゃあちょっと一応我々が決めちゃうとちょっとあれなんで、一応一回ずつ見せて、なんでそれやってたらって、あ、まあ、あと終わんないでしょさすがに、まあ、それをしたいところの山々だけどって感じですか、うん、はい、そしたらとりあえず今一個、これ時間で勝手に進む、いやそれ勘弁してじゃあ、画面キャプチャー撮ってください、もしよかったら、あ、そうか、はい、あ、ちょっと待てって、落ち着けよ、日本語じゃないですね。そうそれでちょっと、これ大丈夫、いや大丈夫っていうか、なんか、え、なんだっけ、1から8までと25から33までだよね、最終的にね、そうです、はい、したらまず16、はい、どうですか、これ23書くんですか、そう、それ何個？ 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8、 まあだからこの、あーバカ、あー危ねえ、やばいやばい、ちょっと落ち着けて、この10まで書いて30、はい、で、それがあの A ブロック、はい、で、次15から、ごめんなさい、なんかすごい地味な作業、何やってんのこれって感じなんだけど15で、1,2,3,4,5,6,7,8 だからここの27までだね、あ、なんでこれ、なんでこうなっちゃうの、これ、なんかこれおかしいだろ、これ
さっきちゃんとそうならないようにしたのに。決例なんだよこれ。ちょっとまずそれがあるかないかを見なきゃいけないんですよ。これやばいな。さ毎回しかも22だな。なんでこれそうなっちゃうんだ。ちょっと待ってよ。これなんかちゃんと同じ数字が被らないような設定をしたはずなのに今被りやがってちょっとイラッときたんで、多分これで大丈夫。もう一回、もう一回言いました。はい。22被ってないですか。うん、22は被ってない。大丈夫。大丈夫ですか。うん、大丈夫。大丈夫風今のとこ。次行きますか。はい。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,11 まで。11まで。はい、11。はい。で次が24から1,2,3,4,5,6,7,8,33 まで。はい。で1,2,3,4,5,6,7,8,14 まで。じゃあちょっと待って、なんだっけ、1個直線が12からか。1,2,3,4,5,6,7,14 まで、はいはいはい、で残りこの5か。これなんかどうなのって感じだけど、とりあえず今1個目無事に無事な感じのなんでしょうね、あの文字が1個も、文字というか数字が1個もかぶってない数字の羅列ができたので、ちょっとこれで検証していきたいと思います。はい、15ってどこ。ああこの メモ、あこれね、数字書かなかったんですよ。数字書かなかったんですよ、ごめんなさいね。15って言い方が、15が新なんだこれ。15と21別に全然問題ない。そもそもあれか、あのなんだ、ヤバいチームヤバいじゃん、その、そうですね、かぶってとこヤバい、そのかぶりをかぶりだけ書けばいいの、うん、ほっぺに貸して。もうちょっとあの1からごめんなさいね、ちょっと決例。山中3番が福岡ね、はい、でそこさ、なんだっけ、春さんのとこまで持ってって、春さん福岡でしょ、そこがかぶんなきゃいいだけだから、10番、そうですね、3番の10番が10は違うブロックですね。あ全然違うね。はい、で次あとはアッコさんが6番ここはいないのか、あれか、4番が大阪ね、4番大阪と中部。で、7番、4と7って大丈夫。4と7は、あ、でも逆じゃね ?1,2,3,4,5、あ、同じ側になってるね、同じ側になってるけど、でもこう、1,2,3,4 の1,2,3,4,5。そこ。1,2,3,4,5 そうすると0回線込みだとって感じですね。4と7ってどうしたっけ。4と7は大阪同士でこれはちょっと近いかな、ね、近いね、残念だこれを元にして、まあ多少あれじゃないですか、なんかあのよ他それ以外が問題なければちょっとあの入れ替えさせてもらうとかじゃないですか。とりあえずこれで、これだからあのつまり右左だけ入れ替えればいいってことですよね。なんで右左入れ替えすれば遠くにはなるってことですよね。そのああまあそうだから、これをこう、うん、これをこっちに持ってきて、これをこっちにすれば左が4右が5でしたよね確か。そう今映ってるサンプルのトーナメントって、まあ、ああそういうことね、はいはいはい、これちょっと逆で使うつもりなんで、はい、今映って画面に映ってるトーナメントは左4右5ですけど、まあ、本来は右5ってなっちゃうと47が同じ画面に行っちゃいますけど、これ12345だ、この左4右5にすれば、ああはいはい、そういうこと、一応決勝までは、まあ、ちょっと、うん、これ先に言っときます、時間かかるわ。今小高っぽく言ったけど時間かかります。時間かかる、はい。時間かかります。時間かかるので、まあじゃあ、なんかあの、とりあえずさっきも言った通り、あの、なんでしょうね、あの基本的に完全ランダムので、あの
同じ大阪そのですね、まあ、1人そうさっき言ったの3人のうちの1人とかに関してはあの多少まあしょうがないなというの大部分だったりとかあるかもしれません。でも3人のうち2人とか3人のうちの、 あの3人そう3人とも遠征で同じとこであの同じブロックの例えば端でも結局あの、ね、当たってしまうことが確定というのはできれば避けてあげたいと思っているので、うん、ちょっとそういうのができるまで33チーム何億回ぐらいやればいいのかな。な何百な、いやいやいや、な、な、どうします、これまず続けるか続けないのな、何千、あ、それ他のとこ見てみるとりあえず、これがバランス良ければとかね、結構ね、時間かかってしまうと思われますので、あの多分ね、これ、うん、一応やるけど、これごめんなさい、先謝っときます。なんだっけ、次の方は、あ、次に書くもいいのか、はい、これ、困ったもんだね、これね。17も大阪でしょ、大阪4717って近い、17遠いですね、17遠い、うん、落下して17 19は19も別ブロックです。あ、そう、うん、で、きびだる岡山は1人か、岡山は聞こえないですね。で、静岡がなんだっけ、20が岡山と静岡ね、6ってなんだ、6って俺何書いたっけ、 6アッコか、アッコさん静岡だっけ、どこだっけ、なんか言ったね、失礼と申し訳ないね。で、マオ1番、22番チューブ、はい、チューブってなんだっけ、さっきあの4番と22番で近い、まあ、別ブロックですね、あ、そう、うん、4チューブで、28番もチューブ、28番はチューブ、他どこ見ましたっけ、22と28、22と28は別ブロックですね、あ、そう、うん、で、あとここ煽らない、これワニケイさんのとこ、はい、ワニケイさんのとこはどこだっけ、3度これはチューブだからさっきの教授だ、28だ、28と22と30が被ってると、28と30はかぶっちゃってますけど、あ、ね、まあ隣右左右には分かれますかね、そうね、うん、左右には分かれます、でもうあと終わりか、そうですね、あ、そう、下左右に分かれてれば OK ですかね、だからここもちょっとここだけ入れ替えちゃえば左右には分かれる感じですね、それかまあ極端な話はじゃん、チューブが2個かぶってんでしょ、大阪2個かぶってんでしょ、そこのチューブと大阪入れ替えたら終わりじゃない、そういう考え方もありです、うん、うん、だって同じブロックにチューブ、同じブロックに大阪だったら、まあ単純に分けてあげて、そうですね、そういう考えもありですね、それでいいんじゃないの、ということで、なんかあっさりうっかりできたっぽい、ちょっとこれ清書しないと難しいけど、多分大丈夫じゃないのこれと思うんですよね、うん、で、入れ替えます、うん、まあ、後ろこれに、どっちがどうかかぶってんだっけ、これチューブが22と28と30だっけ、さっきの30で、ね、うん、30で、あ、これ28と30はかぶってんのね、でこっちが4と7だよね、したらこれここを7にしてここを30にしてでいいんじゃないですか、あ、入れ替えた、その入れ替えです、うん、わかりました、はい、ブロックを入れ替えなかと思った、いやいや違う、わかりました、うん、これでじゃあそれだったら全然大丈夫かな、一応じゃあこの近く見ていきます、18、13、26、30って感じですよね、だって今言ったのでそもそも被ってない感じじゃない、うん、大阪にしたその30、26、18被ってないですね、あ、できました、トーナメントできました、お見事できました、なんか思ったより早かったです、4です、お、あ、そっか、これは大阪か、うん、あ、待って、龍太郎とオープンです、これ大阪と、そう、大阪とチーム両方いいんだよ、これなんかめんどくさいですね、そうめんどくさいんだけど、うん、まあでもまあいいか、静岡だからいいのか、チームでも、うん、とりあえずできました、静岡で、うん、で13、18が
はい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 、はい、多分大丈夫だ。でこっちが237273、7が大阪だけど23が東京、27も東京、東京で33も東京と。あ、じゃあこれでいけるかな。これで OK です、うん、じゃあ発表していきましょうね。じゃあこれでいきますってことで、ちょっと後で清書するんで、後で清書しますけど、ちょっともうちゃんとこの通り清書しますよっていうことで、ちょっと一応残す感じで。ミスなんかそのこれウサギちゃん可愛い、なんかこういう感じで、ね、真ん中これ上から順番に ABC ってなってるんですけど、B ブロックが B ブロックがね、名古屋が2つ被っちゃって、で D ブロックに大阪が2個被ってしまったので、両方とも後ろ側のその2個目の方で、被ってしまった側のを入れ替えて、上は名古屋大阪という形で被らなくなりました。下は大阪名古屋という形で被らなくなりましたという形で勝利しましたので、それ以外の部分は全く維持ないです。乱数のこのなんだ、真の乱数なんちゃら様に頑張ってもらったので、ちょっとこれまあまあ見えないね。もういいよ、一応やったんだから。まあまあ見えない、どっちしろ G 汚いっす。G が汚いのはすいませんけど、なんかまあまあ見えねえなこれ。そうさ、どっちしろちゃんと清書するんだからいいじゃん、それで。はい、ということでちゃんとやったんで、今から順番、もうじゃちょ吉尾さん邪魔、順番言ってきますよ。一応 A ブロック8チームのうちの A ブロックの8番目と B ブロックの16番目と C ブロックの24番目は当日枠が入ったゼロ回戦なので、正直一番最初の相手がわからない状況です。あ、そうですね。で、はいはいはい、D ブロックだけはゼロ回戦のも相手も決まってますし、ゼロ回戦頑張って1回戦に進んでくださいという感じですね。はい、ということで上から順番に、まず A のこれちょっと画面出せなくてごめんなさい、これ手元に誰かしらメモれる人がいたらありがたいですね。 A ブロック第1試合ですね。 A ブロックの第1試合、1回戦第1試合が15の真空スパイラルサイクロン対21ガムシャラジャパンになります。15対21が A ブロックのA の1、2です。これ画面出てるのは、あと左が5の右が 4になってますけど、本番は逆です。ゼロ回戦はこの8と9になるので、これ左右逆転してると思ってください。なので今言った15と21はこの右上の2つですね。ここって言ってもこれ出ないか、矢印は。矢印出てる。これだから右手1回小さくできないかな。15と21、そうですね、15と21は1回戦です。で次がこれか、これを出せば、あ、これですね、うん、15と21 15のこのシンクスパイラーサイクロンと21ガムシャラジャパンが A ブロック、はい、1、2ですね、1回戦の第1試合と、はい、次が17番三重だ、三重玉打ち連邦なのか、三重玉打ち連邦なのか、はい、これが、まあ、三重のあれですね、国籍的なこと、危ない危ない、右から略で17対1 え、これマジで数鉄平江戸玉打ちに対し1ということで、武器屋の事情静音川又差しという、下がっと下がっと、はい、熱いですね、熱いですね。ということでこの A の 4枠ですね、はとりあえずこれで終わってます、はい、でその次の A の右側の5チームが3番山中チームと、これ32番まで行くの遠いな、32ってどこだっけ、ペオ、セオ、シャル、32だから、あ、32、失礼、間違った、農業、濃いなA4 チーム対ポニー、白、平チームですね、うん、はい、が A ブロックの1、2、3試合目ですね、1回戦の第3試合、はい、でその次が2と11 2ヒデハウス、ヒデハウスヒデハウスエボルブと11、11、11、まあ、プッチモニ、あー、なるほど、ほう、面白く見せられましたね、うん、2と11が1回戦 のあれ違うね、これも11の人が当日なんですかね、当たるんですかね、あ、そうだね、これちょっと待って、あ、そうだね、2は2と11はそうですね、一応ここの7と8になりましたが、11のプッチモリが当日枠
ですかね、と当たるので、当日枠と当たった方がヒデハウスエボルブと勝負となります。なりますと。これが A ブロックです。全部15、21、17、1が右側4つ、まあ、この表で言えばね、この表で言えば右側4つの3、32、2、11が一番下、当日枠を外した上から4つとなりました。はい、次です。 B ブロック、 B ブロックは1回戦第1試合が B ブロックは24対20、これ8、吉田さん28だね。そうそうそう、と24、大の大冒険、大の大冒険と28、いけないカプコンファイティングオールスターズ先生チーム、これどっちが勝つか分かんないですね。分かんないですね24対28、大の大冒険といけない先生が B ブロックの第1試合ですね。で、第2試合が16と19、ぬか漬け KGK、これもキャラクター的にどうなるか分かんない感じですけど、おっさんしかいないこのチームぬか漬けチームと KGK、 ああ、ね、これはいいですね、面白いですね、はい、これが B ブロックの1試合目と2試合目です、はい、試合目。で、第3試合が23と7、国士無双シノニー黒いワン 2P さん対77って何、輪掛けもう何も怖くない DJ ベガ、うん、S ホンダ、うん、それに対し DJ と S サガとホンダ、結構キャラ被りましたね、ってましたね、キャラ被りましたね、キャラ被りました。 S サガインドジンズは33、感謝鉄道39と当日枠、当日の勝った方が勝った方と当たります、うん、はい、はい、な感じになりますね。これが B ブロックです。はい、で、次 C ブロック、 C ブロック1回戦第1試合が、これ誰か割とゆっくりめに喋ってるつもりだから、誰かまとめてくれたりとか、まあ、まとめは我々で、あとはですね、僕らの方でもちゃんと映像として出しますので、やりますね、それはすいません、お待ちくださいということで、はい、で、はい、C ブロックの1試合目がこの四つ八千だっけ、四つ八千と四つ八千若者チーム対10番女子チーム、おお、若い男子と、まあ、そこそこの女子と、ガエルチュンリーだからでもかあれですね、ワンチャン全然全然勝てそうなイメージありますね。フェイロン、ザンギ、ダルシム、フェイロンだから全然ガエルチュンリーで、まあ、ここら辺はあれですよ、うん、僕はもう常日頃から、ね、利根川君とかもみお君にはちゃんと大人のたしなみを教えているので、で、例えばトネピーがダルシムであったとしても、はい、ね、ガイル、DJ、チュンリーと、まあちゃんとトネピーが大人の立ち回りしてくれるはずなので大丈夫です。まあわらだか中西君は昔空気もなかったですけどね。そうですね、あいつね、あいつはしょうがないですさあ、と C ブロックの第2試合ですね、はい、第2試合は6番、アッコにお任せ、はい、と31番、ペオ、セオ、シャル、はい、ですね、うん、バルログにはでもなかなかいけそうなチームですね。エスケン、バイソン、チュンリーだから、まあまあ他のキャラよりは全然いける。そうですね、うん、これは結構し、なんでしょう、これ。エスケンはバルログに最もいける説もありますからね。それ言い過ぎかもしれないですけど。うん、結構持ったなって思ったんですけど。DJ の次ぐらいいけんじゃないかぐらいの説はありますね。これ結構ね、ありますね。はい、頑張ってほしいですね。アッコにも思わせても、やっぱチュンリーもいますし、ね、うん、どうなのか分からないので頑張ってください。で、次が、第3、あれ第3か、第3試合が22と25、同じページで助かるわ。1、え、マジで、おーマジで22、魔王博士玉島 VS 狭間間際出際、小高商店赤ブラ焼き鳥対魔王博士玉島、ま、え、マジでこれはちょっとキャラがあれですね。いやでもなんだろうな、ワンちゃん赤、まあ、S フォークで全員捕まえれば、まあまあまあ、これは本当、いやこれランダムでやりましたゆえの、そうだね、はい、これこれはあれだな、来たな、これは来ましたね。いやなんだろう、いや本当ビビったな今、これはランダムでランダムでやりましたっていうゆえのマジかものです。コタカンとか毎回やるくじ引き、魔王博士玉島対コタカ赤ブラ焼き鳥ですね。くじ引きコタカ毎回弱いな。なんかろくでもないとこ毎回引きがするんだけど。まあただ本当に今年はこれねワンチャンこれ抜いたらね。今年は焼き鳥さんが、うん、ねチームメイトなんでね、うん、
いつなんか僕小高と赤原と組んだ時に魔王チームにやられた記憶ありますけど、これ頑張ってほしいですね、うん、これぜひ今年は今回エクトリさんいるんで、これあれですよ、誰もう魔王さん自身もここのとこで魔王もロコセナチーム組んでなくて、ちょっとたまには、はいはい、ヒール、うん、チームじゃないけど本格的にちょっとそういうんでもやらしてよみたいな感じを、ね、で言ってて、まあ、S とそのタイトルと変わったりとかしてるんで、タイトル取ってないですからね実際ね、はいはいはい、だからそれちょっと本気で頑張れればみたいな感じ、なるほど、しょっぱたまちゃん誘ったらしいんだよね、なるほどね、したらなんかワンセットで博士が釣れたみたいないひどいなっていう感じ、いや私はね博士さんと玉島さん組んだ方がいいと思いますよ本当に、あそこでねまあ、魔王でもここ小高赤ブラ焼き鳥と小高は今年乗ってますからね、はい、乗ってますからね、今年調子いいです、エクサーですか、うん、もう優勝して優勝してでその後の、ね、そういうねサシシ小高のでも三先、あ五先か、うん、五先五三で勝った上でユーリルの8人トーナメントでも優勝して、うん、小高乗ってるんで乗ってますからね、全然いけるんじゃないかなと、あでもこれあれだねちょっと、ね謝っとくわごめん焼き鳥頑張ってくれ頑張ってくれ焼き鳥、これは多分ね全員が全員君らの味方だよ、別にタマちゃん博士が悪いんじゃねえタマちゃん博士マオが悪いわけじゃない、まあそうですね、会場は よくもないけどさ、会場は25の味方をするでしょう、よくもないけどもうなんだろうね、もう圧倒的にこれはね小高赤ブレ焼き鳥のみんな味方するはずなのでちょっと頑張ってほしいです、はい、で C ブロックのとシードというかそのゼロ回戦待ちですねが20番ストツアイドル中年部が14番ハイパーボトルサイボーグとゼロ回戦、はい、あゼロ回戦失礼しました、当日枠ですね、うん、当日枠の空いた勝った方、福山さんタコ様の方が当日と戦うということですね、そうです当日戦う感じですね、はいはい、はいはい、ということで今のところ ABC で A も B もあれだな、なんかどうなるやらことやらねみたいな感じで、うん、なんか、うん、なんかまあ平和っていうかもう淡々と言ってきましたけど C でこれちょっと C でいきなり爆発しましたね、 C D やばいね、そうですねこれ C で爆発しましたよ、でそう結構ねなんか何個か今の名前が出てなくてやばそうなのと D いきましょう、ただあるんだけど、さあ D の1回戦が5番余生一等破天荒チームとこれ何 ?29 これ29だと思います、思い出すって20これ7、9どっち、ちょっといいですか、27あるか、多分29だもん、そうですね、29、はい、グッチ会、おお、グッチ会 と、ま、たとザンギ、ガイル、リュウとリュウ、バイソン、バルドグ、キャラクター的な要請に尖ってますね、そうですね、年齢はほぼほぼ同じぐらいです、頑張って、鈴木さんがバイソンに当てれば勝つ、そうですね、そうですね、バルドグ、このバルドグ使いどころですね、バルドグ使いどころですね、あとはグッチさんの調子のいい時のグッチさんはどこに当てるかです調子いい時マジ強いですからね、本当テーブルトークのサイコロ振った時みたいな感じなんでグッチさん強いグッチが現れたみたいな感じで、それがね来ればいいんじゃないかなと思います、次行きましょう、次これ 8ですね、8と9行き過ぎた、8テレポーテーションアーミー確認と9副大点チュンリーガイルダルシム2、うん、これあれだね、しょっぱな戦法難しいね、難しいですね、うん、本そうね、ホンダの使いどころはダルシムにぶち当てるしかないでしょ、うん、で剣は正直3体ともきついよね、でまあ長州さんが頑張ってくれればってところで、まあ、フェイロンは、まあ、ダルシム、そうダルシムにダルシムに行きたいですね、そうね、ダルシムチュンリーはなんとか、まあ、ここは本当は先方大事ですね、うん、8番9番テレポテーションと副大戦頑張ってください、はい、でこれで右側の次があれか4番18番4番、あ、そうか、こんな腐れチームいたんだ4番あれ、ここってここは、もう最後いるから、そう、最後いるからもう全部言えますね、ゼロ回戦は一番右で右下でいいんですよ、そうです、はい、4番がウォンテッド夢が泣きのみゆうたろうベマイのここも優勝候補ですね、ここと18番って誰、アメリカ系はうちかよバカうちかよ、ほんとバカでしょ、なんだよこれ、いや結構きついなこれ、ちょっときつくなっちゃうねこれ買ったのと C じゃバカでしょ、やっぱりこれもう一回やらしてもよかったとか使ってもう一回やったらよかったっすよこれね、残念、うちかよ、ほんと18、はい、で、まあ、なん本当に CD きちんなこれ、結構あれだな、今ガクンと下がったな、うん、なんか気持ちが次が13と26 13オスローボーイズはいと26、26、26、26、
仙台メクリスちゃんさ、これさ、これ面白いな。D 辛いの多くね。C D 辛いっすねこれね。いや C はだって一箇所だけじゃん。C 一箇所だけじゃん。D だってどこもきつくね。トモザ店長野口。きついっすね。そうそう。でさ、なんで俺も D っすよだって。で、あれ13番ちょっと待って1234でここ当たって1326だね。1あれちょっと待って1123456789ね。で最後残ってんのがあれちょっと待って1234567891あれ13と26当たっちゃやべえんだけど5と29で8と9あそう合ってんのかこう1234だね。で最後あれ違うごめんどっかずれてる失礼1234あれなんで あそっか26そうごめん失礼あれだ13のスローボーイズはあの勝った方あのシードですねの26の26どこだっけ仙台めくりおじさんと30番煽らない半目上電ワニケ、うん、これの勝った方と勝った方とオスロー、オスローですね。ですね、うん、やりすぎだろ相当偏っちゃいましたねこれ、うん、まあそんな感じで決まりました。いやこれ1回戦から有名なとこはうっとしいな。まあちょっと沼さん頑張ってくださいじゃあ何だろうなもうこれなんこれなんだ配信してるもの特権だろこれ先に言っておこう、うん、あの沼さんのオペ前機械があれだなあの頑張ってオペ前とリュウのマッキーあの二人で頑張ってゆうべがだけは殺します僕があのはい、はい、あのこれはもう言っときますわもうゆうべがはいい加減ねあの100回とか やってもあんま数やっても意味ないよっていうの分からせなきゃいけないんであれはいい加減あいつは殺します、はい、なのであの二人ちょっと機械と沼くんはあれですねあのマッキーとオペ前まあなんなら僕サンタでしますよ最近流線が余ってますし、はい、バルログでしょ？いけますよ多分な感じで、まあ、そうでも言わないやつねやってらんないなみたいな感じなんで、うんまあ、それよりもね多分ねあの今多分僕がこのゆうべがとオペマイとアイスエンデゲシュあの間違ったマッキーのとこが引いた以上に多分ねテンションガタ落ちしてるのはこの小高とか焼き鳥は逆に盛り上がってそうなんですけど小高は多分ねいや超とか多分そこら辺まあまあそうですね言ってるでしょうね言ってる感じかなと思いますね。はい、じゃあ、まあ決まりましたってことで、まあ、あの近いうちにですねまとめまして、画像出しますので、ラミソさん来週を目標にですね、頑張っていただきたいと思います。そうです、はい、というわけでちょっと、最初予定した時間よりもオーバーしてしまいましたけど一旦これではい配信を終わりたいと思われます。大丈夫ですか？特に。じゃあ一応場所がですね、来週でいいのか、来週土曜日、ね秋葉原 e スポーツスクエアにて、はい何時からでしたっけ？当日予選、はい、出たい。当日、うん、あの事前エントリーはしてなかったんだけど当日にやっぱ出れるようになりました。出たいですっていう方はあの当日秋葉原 e スポーツスクエアの2階会場までに11時までにご来場ください。はいはいはい。10時から開場してますので、11時までに来てください。はい、11時まで、はい、で当日エントリーの方々で、まあ、3人のチームをうまいこと割り振って作って、うん、で当日予選を11時半から、まあ、12時、まあ、多分12時ですね、12時より開始して1時1時半には、まあ、それをサクッと終わらせて、はい、で2時より本戦、うん、はい、ということで33人の事前エントリーの人は何時に、事前33チーム、まあ、99人ですね、うん、の事前エントリーしてるチームは代表者1人でいいので受付にあの事前エントリーしてたチーム来てますよみたいな感じのね、その受付をのあれそこは1時までか、はいはいはい、1時までお昼過ぎ、はい、まあ、ちんたら来ても大丈夫です。で当日会場には大会参加費2500円で入場料は2000円と、はい、要するにあのギャラリーですね、うん、なので、まあ、大会参加はですね500円で参加できると思ってください。入場するのに2000円、うん、大会も参加するならもう500円払ってねという形になってます、はい、で途中で入りは自由です。あの首から下げる変なあの札
が手渡されますので、のそれを持っていればあの出入り自由という形になってます。であとはA ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロックの順番でやっていく流れとなっていきますので、まあ、受付終わってからね、当然 D ブロックの方までは若干時間かかると思いますので、ある程度好き放題してもらっても構わないという流れになります。はい、あとは、おごられくんが、去年同様あります。あ、なるほど、なるほど。はい。はい。と、あとが、あと、まあ、打ち上げやりますと。です、打ち上げやるのと、あと、のじ合い台、フリープレイです。X…と筐体が2台、1台筐体4でしょ、あの、のじ合い台が3でしょ、1台進行ですよ、大会が1台1台進行です、全試合一応配信する予定ではいるの で、はい、で時間的にあまずってなったら2台進行に変えますそこら辺はイースクさんとも運営チームの方でもう話しているので、なるほど途中で、ただ昔あれですもんね、間に合って1台だってほしいもんね、そうですね、なので、はい、なのでそれでやれればな、まあ、そこから一発トーナメントですと、そうです、まずです、はい、いやこれカレーなさあという感じ で、プラス、HD と、XBOX の HD と、とりあえずそう、あとりあえずあれですね、とりあえずソースの筐体はあれですね、4セットのみ、の試合開放で、まあ、1台は大会で使うので、その大会中には3台になってしまいますけども、その他家庭用のですね、HD だったりとかその他を同時に動かして、まあ、体験会的な感じ、その SN でしかそんなことなく、その解体用とかその HD とかそんなことない人とかも多々いるでしょうから、そういうものとかでも、まあ、トレモンもついてますからね、うん、だからそういうのでいろいろ遊んでもらえればと思ってますので、X 興味ある人、もしくはすでにやってる人、これからやろうと思う人、もうどなたでも構わないので遊びに来てやってくださいという感じです。はい、はい、ということで、ボス、もし聞いてればですね、タバコとコーヒー買ってきたので後にの飲むなり吸うなりお願いしますという感じでございます。はい、じゃあ大丈夫ですか、情報はもうあとは大丈夫ですよね。はい、じゃあね、すいません、こんな時間ですけど、お騒がせいたしました。これで、くじ引きということはは以上で終了したいと思います。これ清書したものをね、後ほど大会情報から出しますので、そちらをご確認ください。はい、今日ありがとうございました。じゃあ締めますかね。そうですね、はい、終わりでいいですか。あ、もう、うん、いはい、何これ、コーヒーの銘柄でセンスを問うか。あ、これはまだこの好み知ってるんで大丈夫です。はい、とりあえず長々と途中で、ね、ちょっとあまりにね、違うんですよ、本来ね、今日じゃなくて明日やる予定だったんですよ、これ、はい、明日今日で一通り準備のね、こういう映像だったりとか一通りのものを揃えて、もうバッチシの状況でやる予定だったんですよ、やる予定だったんですよね。したら明日はちょっと番組、これ番組違うけど名前出しても大丈夫なのかな。大丈夫だと思います。はい、8月6日は夜9時からだっけ、あれ、はい、夜9時からユーディールさんでスト2プレイヤーの8人の総当たりリーグ戦の配信があると。で、吉尾さんはまあそれの実況でマイクを持つという形になっているのを、こいつ8月5日今日だと思っていたらしく、なので8月の6日に、そしたらじゃあくじ引き配信すればいいんじゃないですかみたいなこと言って、もう周りの人間もすっかりその気で、じゃあ日曜ねみたいな感じでだったので、吉尾さんが、あ、ユーディール日曜でしたっけ、もう日曜だね、間違ってましたわっていうのを結構切羽詰まった感じで言ってくれたので、なのであれですね、こういう映像というか、その素材担当のものもですね、は一人はまだ帰宅していないと、一人もどっか外で遊んでらっしゃったという感じで、どうにもこうにも準備できない状況のまま、ある素材で頑張りました的なね、いう感じで、吉尾のおたんこの君結構あれだね、この顔 TV だと不人気超人だね。そうですね。まあ最近あんま露出もしてないでね、そんなに人気もないけど。そうなの。そうなの。いや、俺らの中では吉尾はやっぱアイドル超人のはずなんだけど。いやいやいや。
もうそんなでもないですよ。そうでもないの、はい、まあ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 、すみません本当に、ね、失礼しました。はい、いろいろあの準備不足で本当申し訳なかったんですけど、はい、本当申し訳ないです。本当だよ、なんでこれ見えないところでなんかこれとここ入れ替えればなんかそうただただ喋ってるだけ。おっさん2人がさ下向いてさ画像で画面も変わらないままもうどういう配信これっていう状況だったじゃん多分。まあすいませんでした。ということで、まあとりあえずでもまああの引いて決めましたということで、はい、皆さんじゃあ、ね、すぐ出しますんで確認お願いしますと。かけるごの時もね、毎回毎回一応くじは引いてんだけどね、ここまで露骨なのはなんか久々だね。なんださっきのあのなんだっけ小高のとこと、はい、あそこもそうだけど、なるべくね、まあ、そさっきも言った遠征はなるべく被んないようにとかそこら辺のは意図的にそくじ別に引いてみたりとかはやってみてたけど、今回それいつもだとトランプとか引いてるんですよ。で今回トランプ一枚一枚引いてくるのだるいからっていうのであのこの乱数の乱数君をちょっと使ってみたんですけど、いやーちょっとね結局コールをしちゃうとどうしてもね、そうですね、ありますからね、かぶらないようにかぶらないようにと、そのあくまで遠征に対しての考慮でか辛いチーム同士というのを今回全く考慮しなかったので、うん、まあ、ちょっといい感じに偏ったかなと、いい感じと悪い感じに。はい、そうですね、僕のとこは、まあ、別にもう勝ちゃいいだけなんでいいです。で小高のとこは頑張ってという、はい、というところでね、じゃあすいません、はい、これどうせあれでしょ、誰かしらがあれでしょ、なんか配信でゆうべがさんそんなん言ってましたよみたいな感じで言われて、俺ゆうべがからあれでしょ、あのメールから LINE 書くんでしょ。まあなくると思います。やだ絶対やだ。あの人あの俺もしつけんのもあって、俺も小高から変なスタンプで大量に送られると思うんですけど、まあそれはお互い様ということで絶対やだ、はい、じゃあ、すいません、長々やってきましたけども、じゃあ来週皆さんお会いしましょうということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、スト5を見る人はねぜひダブル窓でお願いしますよというところで、お願いいたします。じゃあ、本日は締めということでお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ほっ、リードオブってのはやっぱり信頼できるものじゃないとね。重要なのは直感的に使えること。自分のそのひらめきとかリアクションに対して違和感なく対応してくれる。手足となって動いてくれるもの。最速のレスポンスと最高のパフォーマンス。スピード&パワー。スピード&パワー。体に馴染むこと。違和感を感じさせないこと。信頼できること。精神に呼応するっていうのかな。安定感があるから集中力を維持できると思うんですよね。自分に甘えないこと、満足しないこと、自分を信じること、全ては勝つためだから。僕はこれを選ぶ。全てはゲーマーのために。 G チューン